こんばんは、村上です。超村上です。マジカルラブリーです。お願いします。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしております。お願いします。ですね、まあ、はい、3月に入りまして、うん、花粉ですか、あれすごいですね。なんかやばかったですよ。みんななってますね。やばい、今年からなる人もいるっていうらしいっすよ。ついに本当、例年に比べもう 200% だとか、うん、あともう10倍だみたいなのも見ましたけど。でも10倍はさ、もう見えててもおかしくない、さすがに。見えちょっと砂ぼこりぐらいにはなってて、ね、見えるんじゃないですか。遠くから見えるったらさ、ね、もう色違うんかな。ちょっとなんかでも杉が揺れてさ、ふわってなるあれあるじゃん、うん、あれがもう都会でも見れるかもしれないですね。あの風吹いて杉がぶわっとなって粉みたいになるじゃん、うん、あれはもうなんか100倍ぐらいある。あれは演出なのかな。演出ですかあれ。僕もね、やらせですね。杉のやらせ、うん、あれやらせ、杉側のやらせってこと、うん、こんなにすごいっすよっていう、そのやっぱ古代広告というか、あれ見せつけてるだけだと思いますけど。10倍はさすがになんかもう、その床にさ、うん、こう、なんだろう、指でこすったらさ、乗るぐらいはありそうなんだよ、ね、10倍だって。色があるのかですよね、花粉に。ちょっと私もね、その中身については詳しくないの で、ただ私ももう、うん、ほんと30年ぐらいは花粉症なんで、うん、やっぱわかりますね。多いなって。わかります。花粉が。うん。多いなって思いますね。その、鼻とか目とかすごいってことも。あのね、ヒルナンデスのロケ行ったじゃないですか。おとついぐらいか、おとついか。マジであの日はやばかったですね。あったかかったし、あとまあずっと外にいたし、あれはね、マジでやばかったね。来てもうずっとツーンってなってるのも。ツーンっていうかね、そのもう本当に水、本当に水みたいな鼻水が、その、何のその予告もなしに、スーンってこう、落ちてくるみたいな。うん。映ってんじゃないですかね、何回か。カメラに。スーンってなってるのが。あなたたち途中で仕事ある人たちは帰ったじゃないですか。その後はなんかね、ワカメ食べに行ったんですよ。うん、なんか、その、生ワカメをさっと茹でて、うん、そのままパッて食べるみたいな。うん、その時鼻水も一緒に僕食べてましたもん。で、うまいですねとか言ってたもん。鼻水ワカメ。鼻水ワカメ。鼻水わかめうまいですねって言って。鼻水わかめ一丁っていう、うん。塩味が効いてますねとか言って。いや、ないですよ、そんな。塩とか何も効いてない。言ってます。味はつけてたんで、一応塩味が効いてますねとか言ってますけど。普通ですか、普段より、メカブですか、メカブですかこれ。なんですかこれ。うん、なんかうまいですよってなってましたけどね。トロトロして。水っぽい、水っぽいしない。トロトロしてなんかうまいです。わかめはそういうのない。そこまでは、そこまではバレてなかったです。ツーンとしますね。わさび入ってますか。じゃ、わさびみたいなツーンはないんですよ。別に花粉症に。だからその本当にね、しんどいですね。っていうのと、うん、あと本当にすごいのに出会ったっていう。今私だってないじゃないですか、あんまり。なってない。なってないっすよね。これね、あの、ヒルナンデスのそのさ、ロケだから一緒にさ、あの、イゲちゃんいてさ、うん、で、イゲちゃんが教えてくれたのよ、その、うん、ジャムーティーっていうのを。ジャムーティー？ジャムウーティー。ジャムウーティー。ジャムウーティーかな。うん、本当にね、まあ、お茶なんだけど、多分、うん、あのね、めっちゃまずいのよ。めっちゃまずいんだけど、まあ、漢方みたいな味するして、それがね、その、いいですよって言ってきて、うん、調べたのよ、レビューとか。もう30何年私は花粉症ですけども、これに出会って治りましたとか。飲んだすぐ、もう30分後にはもう鼻水がありませんでしたとか。うん、すごい効果が書いてあるから、買ったんですよ、私も。その場で。一袋、どんぐらいって言えばいいかな。こんぐらい、うんうん、こんぐらい、どんぐらいですかこれ、何っぽいですか、普通のなんか皆さんにお伝えした、コンビニ売ってるようなさ、栄養剤みたいなのあるじゃん、うん、すごい小袋のやつでしょ、あれでしょ、うん、あんぐらい、あ、いや、もっとでかい、ジャンプの、半分ぐらい、
た、え、幅は、え、幅というか、その。これぐらい。これな、A4?A4 の紙の半分ぐらい。B5 サイズぐらいですか、うん、で、6000円です。するね。ジャムーティー。ただ、それを届いて、飲んだんですよ。うん、夕方ぐらいか、うん。もうそっから大丈夫なんですよ。うん、すごくないですか、ジャムーティー。皆さん、ジャムーティーです。漢方とはいえ、薬に頼るの？薬ではないですね、これは。今まで私が薬を頑張って飲まなかったから、その、このジャムーティーがもう激々してるんですよ、私には。弱くなるとか言ってたんだよね。薬はね。その、薬はね、お茶だから。あくまでも。いや、漢方だから。ええ、あ、漢方薬じゃないです。東洋の一応薬になってくるんじゃないの？漢方薬じゃないですよね、あれね、うん。漢方は漢方ですから。漢方って薬じゃないですよね。え、東洋の薬なんじゃないの？西洋の薬が上手。だって。ねえ、みんな。じゃあ中国の東洋の薬なんていうのじゃん。え？漢方医、漢方医、薬？薬とか、うん。うるさいな、斎藤 D。漢方薬じゃん、結局。漢方じゃん。何を論破してんだよ、本当に。やめてくださいよ。まあだから、その漢方の方がまだマシでしょ、多分。その、科学的なやつよりは。知らないけど。体制的には。体制的には。ちょっと会話にならん。体制的にはね。うん。だからまあ本当ジャムーティーいいな。これ飲み続ければなんかいいって書いてあったから、やろうかなと思ってますよ。皆さんもよかったら。ちょっと高いですけどね。うん。私にはすごく効果ありました。うん。俺も怖いのよ、だから今年。なりますよ。杉。あなた杉別にないですよね。だそれはどうなの？これ今多分杉だと思うんですけど。いや、それにさ、だ杉も多かったらその何の花粉か分かんないけどさ、俺、じゃ遅いやつじゃん。なんか 5月とか。ブタクサとかそうなんでしょ、うん、あれも多いってことになるのかね、うん、結局。そうとも限らないんじゃないですか、知らないですけど。だ花粉今年強いって言われると怖いのよ、そのみんなの症状を見た、うん、みんなのなってる具合を見てから予告されてるわけよ、もう。うん。お前来るぞ、ね、結局って。うん、今年はでもみんなやっぱり見るね、多いね、ほんとね。だからでも、まあ覚悟しといた方がいいんじゃないですか、ブタクサの方も。うん、やっぱその気温の変動とかで多分 ね増えたりするんだからね。うん、お気をつけください皆さん。さあ、ね、ニュースがありましてですね、はい、ハンターハンターお好きですよね、うん、ハンターハンターの幻影旅団を名乗った若者集団が大暴れしたという、ね、うん、ニュースがありまして、ロシアのモスクワですね、喧嘩のために集まった350人以上の若者が連行されたと。で、その、若者たちの中に旅団の名称マークを使って、こう、その、暴れた人がいると、うん。で、そういう人たちが各自で暴力事件を起こしているというね、うん、ことですけども。まあ、でもその、いただろうね、ハンターハンターの世界にも。うん、その幻影旅団名乗って、旅団が有名だから真似してね、幻影旅団名乗って、雑魚集団が世界で、マジタニもいたわけだからな。なんか本当いたよね、マジタニ、マジタニだっけ、いたよね、なんか旅団名乗ってるやつ、うん、で、うん、あの即見破られたやつね、そうそうそう、旅団は自分で明かさないよみたいな名前を、うん、でみんな雲の入れ墨入ってるよみたいなね、そうそうそう、言われて、みんな雲の入れ墨は見えないからね、うん、それと同じですよ、これは。私もここにも画像来てますけどね、はい、服にね、こう、わ、雲がこう、服の後ろっかですね、背中が。マジ谷じゃん。マジ谷ですよ、もう。これ。本当に。マジ、うん。恥ずかしいですよ、もう。マジで。マジでマジ谷。うん。まあ、ちょっとね、ロシアの話なんでね、まあ、ちょっとデリケートな感じもしますけども、うん、まあ、我々みたいなね、漫画とか好きな民にとってはこれ悲しいですよね。使わないでほしいですね、漫画の名前はね。ね、まあそうですね、あの、広域強盗事件のルフィもいますから、はい、今、うん、流行らないでほしいです本当に、うん、これが、うん、うん、ダサいですからね、うん、まずそもそも そこなんですよね、うん、漫画のあの世界観だからかっこよく見えてるんであって、ここにいてね、真似してこんな服にね、その雲のなんか絵みたいなの描いたところでね、本当に慣れないわけですから、幻影旅団には うん、その本当にハンターハンター読んでるんだったら、うん、しないことなわけだからさ、いや本当ですよね、それをねちゃんと把握ね分かってもらうですね、はい、このマジタニどもには、マジタニども、うん、やめていただきたいですね、この画像4人いるじゃないですか、うん、この中にももう
雲がない人もいるっていう、これどういうことなんですかね。間に合わなかったんですかね。なんで全員密かなんですか。4です、ね、4全員4 全員4で、なんで密かなんだろうな。うん、剥がせるんじゃない。もうドッキリテクスチャーですか、うん、ドッキリテクスチャーね、うん、だからその偽物、偽物ですね、うん、だから、うん、全員フェイタンみたいな髪してる。本当ですね。だからそのだからあんま好きじゃないんだろうなってやっぱ思いますよね、この感じで全員密か選ぶ感じとかも、うんうん、なんかにわかなんだなって思いますね。いやもう本当でもまあすごいね日本の漫画は ね、まあ、そうですね、海外に、うん、特にロシアなんかね、そういうオタク文化とかね好きな方いるらしいですからね。ただそのそういうことはしないでくださいという、うん、強く、お願いします、はい。そしてもう一つですね、漫画の中から出てきたいいタイプのニュースもありますので、そっちちょうだいよ、そちらでお口直しをお願いします。絶滅植物、うん、妖精のランプ30年ぶりに発見。何よ何よそれこちらですよね、やはり、あなたは。何それ妖精のランプ。はい。ぜひ、あの、聞いてる人もね、今、画像とかね、検索してほしいですけど。絶滅植物。絶滅って言われてんのに発見されちゃいました。妖精のランプが。絶滅植物、妖精のランプ。はい。キーアイテムじゃん。ね、相当、だからその、別、持ち物のとこには入らなそうな。入らない。キーアイテムの方で。ですね。ガラス細工のような花を咲かせることから妖精のランプとも呼ばれる、植物、神戸タヌキの植栽を、兵庫県で見つかったらしいと。1992年に、神戸市の森で一個体が見つかっただけの植物で、すでに絶滅したと考えられていたそうですよ。それが見つかったんだ。それが見つかりました。見てください、この画像。光ってないこれ。もう、妖精のランプ。ま、マジで光ってるよな。これがロマンなんですよ、うん。こういうのを出してほしいんですよ、現実に。マジで照らしてくれるんじゃない道。これはね、すごいですね。だから、なんだろう、魔法使えない洞窟とかに持ってくんですかね、なんですかね。だから夜光って、あれ、うん、ドラクエ5のなんか、ルーラー使えるようになるための草みたいなのがあったんですよ。あ、それ夜光るんですよ。あ、それですか。これは、これが元になってるんですか。妖精のランプが。1992年だからわかりませんけども。まあ、神戸たぬきの食材のたぬきの食材は、まあ、漢字で書くとあのたぬきですね、うん。動物のたぬきに。神戸は神戸ね。神戸はあの、神戸市ですね。神戸、うん、で、食台はあのあれです、ろうそくを置く台ですよね。あの食台、ろうそく立てです。どうですかこの神戸たぬき、たぬきの食台、たぬきの食台でももうかっこいいですよね。うん、こちらの本名。神戸たぬきの食台。すごいですね。すごいね。神戸たぬきの食台。誰がつけたんですかねこれ、うん、でこれを妖精のランプと呼ぼうって言ったやつがいるわけですよね。これその相当好きですよ。食材っていう渋い言葉を使うこともできるし、うん、妖精のランプっていうこの何て言うの、ポップでファンタジーな、おしゃれ系ね、どっちの意味もある。素晴らしいですよ。これはこれは相当重要なアイテムなんじゃない。うん、だでも取らないでくださいね皆さん、妖精のランプ増やしましょう。増やしてこうね、妖精の、増やそう。でこれ何なんですか、これ一面の妖精のランプにしないと。どのジャンルに属する植物なんですかね。草なのか花なのか全く分かりませんけども。丸いもんな。うん、丸くてなんか中空洞みたいになってるの。これ何ですかねこれ。妖精のランプなんじゃない、本当の。本当にこれだから、こういうの見てんのかな、ロープレとかをさ作ってさ名前つける人とか。でもファイナルファンタジー系はもう丸々のランプはもう絶対あるもんな。魔法のランプとかあるよね。あれかっこいいもんね。やっぱりその現実にあるとやっぱりかっこいいな。どうしますもん、あったら。うわ、賢者の杖とか。この世に、この世にあったらどうします。天使の羽衣とか。あるんすかね、装備できんのかな。フェニックスの尾ないですか。フェニックスの尾、フェニックスの尾、うん、っていう植物。ありそうですね。フェニックスの尾ぐらいだったら。
金の針はあるだろうからな。金の針はもう本当普通に金の針です。いつなんだっけ、何直すんだっけ、石化を直す。石化を直す。石化は直らんからな、金の針では。ただの。ゼウスの怒りとかあったからね。ゼウスの怒りっていうアイテム。物は何なんですか。その物があるんですか。ゼウスの怒り。体験とかなしになってくるからな。で、そのやっぱあの、だんだん、そのさ、小学生ぐらいの時はさ、なんかあの、知らないじゃん。当時そのネットもあんまなかったからさ、うん、その調べられないじゃん。これ本当にあるやつなんだみたいな。だからその、村正とかさ、うん、あの、超強い、ソードのジャンルの武器が日本の名前なのめっちゃかっこよかったじゃないですか。いや、そうだね。ね、で、それが本当にあるんだっていうの、途中で気づいてさ、むちゃくちゃ洒落たことやってんじゃんって思ったもんな。いや、全部アイテムもね、なんかしら元ネタあんのね、うん、結局 ね。全部。本当だよ。あれがすごいよな。ない、あるんだろうね、全部。エクスカリバーも最近見つかったし。エクスカリバー見つかったんすか？エクスカリバー見つかったんですよ、最近。どこで？その、本当にエクスカリバーが沈んでるとされてる湖で、うん、少女が見つけたの。少女が見つけたの。錆びたエクスカリバーを。あれ？大丈夫？でもその、だいぶ序盤で見つけちゃったんじゃない？そうです。まだ使えないんじゃない？だから。そうそう。まだ使えない。じゃあ錆びてるから。錆びた剣なんじゃない？錆びた剣。錆びた剣です、また。で、装備不可になって。装備不可。装備できるけどめっちゃ弱い。めっちゃ弱い。これをどんどん加工していって、うん、強くなってくる。なんかイベントになると、なんか剣が光り出して。光り出して。うん、エクスカリバーっていう名前に変わり。最終的にはエクスカリバーになって。もうその少女も大人になっていって。エクスカリバーって何なんですか？誰かの剣だったってことですか？あれだよ、あれだよ。抜けないやつよ。地面に刺さってて。ご飯が海王深海で抜こうとしたやつですか？それは、なんとかそうだよ。それはカッチンコで折られたやつよ。カッチンコを試し切りしてみましょうっつって、ええ、カッチンコを生み出して、それを切ってみようと思ったら折れちゃって。抜けたのに。抜けたのに。むちゃくちゃ重たい剣ね、うん。で、折れたけど、これで腕力ついた気がしますよってご飯が言ったやつよ。それがエクスカリバーですか？それ、あれはエクスカリバーが元になった、そうだね、うん。勇者しか抜けない剣っていうのがエクスカリバーなんですか？うん、そういうことになってるよね。あ、うん、それが、もう少女見つけちゃって、ってんじゃん。それがいいよね。リアル。うん、逆に少女なんじゃない？少女が勇者なのかもしれない。だっていろんな男たちがさ、うん、挑戦して抜けなかったわけじゃん。うん、実は抜ける条件が少女だったんじゃない？まあだから剣側が選んだみたいな、このかっこよさ。物語の始まりよ。じゃん、冒険。敵いないのに。やだよ。その、やだよ。本当こうやって暴れ回るみたいなやつになったら少女が錆びた剣持って。どういう状態で発見されてんだろう。見た画像とか。見た見た。錆びてんの？錆びてた。ちょっと見ていい？ちょっと。うん、でけえ、あと。でけえ。うん。なんか、どっかの国の、なんか財宝とかそういうことなんかな？本当に土に埋まってたわけじゃないですか。アーサー王ってさ、なんかいなかった。あ、いる。アーサー王。うん、うん、あれだよ、確か。へー。アーサー王の剣。アーサー王が持ってたのかな？あー。7歳じゃん。7歳の少女。7歳の少女。持ってるでしょ。持ってる。錆びてるでしょ。錆びてる。茶色いわ。うん。あ、でも、言ったら 1.2 メートルだって。うん、ま。少女が持つから超でかく見えるけど、まあまあ、あ、でもでかいか。120センチは。装備できてるでしょ。できてる。でも。装備かなのよ。装備かなね。確かに、うん。まだでも重そうだけどね。そうだね。少女からじゃない。どんどん慣れていくのは。これほ、すごいな、本当だ、アーサー王の伝説。うん、いや、あるのよ、絶対に。この世にはまだまだ。エクスカリバーは湖の乙女と呼ばれる妖精によってアーサー王に送られた。うん、この魔法の力を持つ強力な剣は、イギリスの正当な君主しか所有できないと言われている。かっこいいですね。あるよ、多分。だから。いや、その国ではエクスカリバー。うん、だ今、各地の、うん、その、伝説となってた武器が集まっていくのよ。何ですか？ロンギヌスの槍で。ロンギヌス。ロンギヌスは、元は何でしょうね。ロンギヌスの槍ね。かっこいいな。まあ、聖書に書いてあることだよね、多分ね、あれは。ロンギヌス。うん、好きな武器何ですか？うわ、お前、酷なこと。酷ではないだろ、別に。お前、酷なこと聞くな。私、やっぱりジャベリン。
ジャベリン、あの槍ね。ジャベリン。あかっこいいよな。ジャベリンね。でもやっぱり僕、あと、あの、あれっすよね。その、日本のやっぱ漢字に文字系だよね。虎鉄。虎鉄もいいね。村正。俺でもあの、最終的に文句とか空手家が装備するさ、地獄の爪とかさ、あったのよ。爪系もね、悪くないんだよな。ドラゴンクロー。ドラゴンクロー。見た目、なんだろうな。俺でもシンプルな剣がやっぱ一番好きだったな。ブレードソードですか。ブレードソードもそうだし、シンプルな剣、なんか最初の方に手に入るような剣が、なんか攻略本にさ、鋼の剣ですか。鋼の剣も全然、鋼の剣で全然いい、全然いい、かっこいい。エンハンスソードとか。あ、エンハンスソードね、名前かっこいいよな、エンハンスソード。なんかあれ FF6 のさ、アルテマウェポンっていう武器わかります？あるね。あの、ヒットポイントが高いと伸びてくやつ。あれむちゃくちゃ好きなんだ。アルテマウェポンね。あの、なんか、光ってる感じ、あの、もう本当にあったらどういう状態なんだ、ライトセーバーみたいな感じなのかな。急にウェポンって言い出したからな。で、その、体よりむちゃくちゃ長いじゃないですか。あれがめちゃくちゃかっこいいな。あと、あの、逆のやつ。なんだっけ？逆のやつ。ヒットポイントが少ないほど強くなるやつ。バリアントナイフかな。ああ、バリアントナイフもかっこいいな、あ、名前。あとエアーナイフもあった。あ、エアーナイフね。かっこいいな。エアーナイフ、どんな、あれ、あったじゃん、昔。なんか攻略本じゃないけどさ、FF6 大全みたいなさ、やつとかにさ、武器のビジュアルがしっかり絵で描かれてるみたいな。そうそう。あれ攻略本でね、ようやく知るの、こんなんだったんだ。こんな形なんだ、みたいな。このサイズ感なんだ、みたいな。本田忠勝の槍、トンボ切り。かっこいい。好きだよな。トンボ切り。止まったら切れちゃったパターンのやつ、ね。トンボが止まって切れたやつ、ね。止まったら切れちゃって。トンボ切りかっこいい。一回も傷負ったことないでしょ、だって本田忠勝。トンボ切りは FF 出てこないか、あるか。ない。ないね、多分。雷切りとかも出てこないかな。雷切りもそうですよね。刀っすよ、確かね。刀切ったみたいなやつ。いや当時のやっぱ伝説、妖刀とかな、どうなってんだろうな、村正、村正かな、かっこいいね。どっかに残ってるってやろうな、多分な。美術館とかに。リボン。リボンな。リボン。かっこよくない？リボン、全ステータス防御みたいなでしょ？リボン。でも最初やっぱその衝撃だった、やっぱ FF3 でリボンが出てきた時。リボン？リボンが全捨て？あのリボンでいいんですか？いや、あのリボンだって。あのリボンだよね。その、女の子の、あのリボン。でもやっぱね、FF3 がやっぱ原点、その、やっぱ、もともと、その、一番最初のジョブが一番強くなるんだよ。玉出来剣士が。はい、オニオンナイトね。それもちょっと入ってるんだよね。かっこいいんだよな。その流れがね、ずっと引き継いでるよね。シンプルが強いよ、みたいなね。フリーザ最終形態一番強くなっちゃう的なね。いや、あるよ、多分この世には。あれもさ、まだまだ大人が作ってたっていうのがいいんだよな。すごいね。そういう気持ちの大人がめっちゃいたわけじゃん。その、かっこよくないみたいな人たちが。それがなんか、可愛くていいよね。FF とかドラクエに携わった人たちが。でも相当だから、でも、知識がすごかったんだろうな。だっていろんな国の神話とかのものが入ってきてるわけじゃん。オーディンもそうだし。まあそうだね。召喚獣。召喚獣、カーバンクルとかさ。タイタン、だって、バハムートとかさ。バハムート、ね。あれの元、ちゃんとした元ネタ見たら全然違ったもん。バハムート？うん。どうなってんの？海の生き物だった。バハムート？うん。海はリヴァイアさんがいるじゃん。本来はリヴァイアさんなのよ。リヴァイアさんはじゃあどこ住んでんの？一緒に海で暮らしてんの？いや、バハムートめっちゃでかい魚みたいな感じだった気がするんだよ。そうだろう。確か。ドラゴンだろ、バハムートは。のはずじゃん。火吹くだろう。火吹かんのよ。全然。辛いなぁ。いるの？シバとか。シバもなんかいるよね。神だよね、なんか。それはインド神話の方でしょ、確か。その辺ぐちゃぐちゃに入ってんのか。ラムーとかね。ラムー。雷ね。ラムー。今も知ってんのかな今の子供たち。ラムーとか。あんのかなある？FF14 に。いる？全部。いる。
いろんなあの僕らの知ってるやつ全部いる。あ、パズドラとかにいるんだ。パズドラに入ってんだ。いるわ、イフリートとか多分。うわー、なるほどね。そこで知るんだね。だ天のアニマは天のアニマ。なんかあの、拘束された化け物みたいなやつとか、どっから取ってきてんのか知らないけど。だから俺ほんとさ、うん、ロード・オブ・ザ・リンクを見た時に本当に震えて、うん、いるんですかみんな。僕は見たことないですけど。いや、すっごいよ。あ、そう。本当にこんな戦いしてたんじゃねえかって思っちゃう。誰が？バルログっていうね、うん、ちょっとイフリートっぽいやつが出てくるのよ、うん、それ震えたよ俺は。イフリードじゃんって。どう、ちょ、ネタバレっすか。ネタバレ禁止。ネタバレやめてくださいね。ネタバレ禁止。ロード・オブ・ザ・リング。ロード・オブ・ザ・リング見てほしいな。どういう話ですか？やっぱさ、結局さ、あの、もともとその、いろんなこの、世の中にある RPG とか、うん、そういうものってやっぱ指輪物語がモデルだったりするわけよ。うん。それがロード・オブ・ザ・リング。ロード・オブ・ザ・リング。指輪物語が。うん。うん、その、ホビット族っていうやつらが、うん、その、もう、指輪を捨てに行くっていう話なのよ。うん、この指輪がもうこの世界滅ぼしてしまうぐらい強い力を持ってる。なるほどね。うん。うん、でもその指輪に、そのフロちょっと待って、大丈夫ですか？気をつけてください。見てほしい。何年前のものなんですか、ロード・オブ・ザ・リングって。もうむちゃくちゃ前ですよね、多分。20年ぐらい前。私知らないんで、でもその、もう、ロード・オブ・ザ・リングのことは。バギンスね。バギンスね。あ、やっぱ、福田さん見てる。あ、やっぱ、そ見た方がいいんだよ。ガンダルフっていうキャラクターがいて、灰色の魔法使いなんだけど、そいつが、いろいろ経て、白の魔法使いになるんだよ。うわぁ白になった。ちょっと待ってよ、ほら、もう、そういう目で見ちゃうじゃん。絶対強くなったじゃん。バギンスを。絶対ジョブチェンジじゃん。これ。白になった瞬間。うわ、ジョブチェンジだと思ったのよ、あれ。そう、色も変わるんですか？色も変わる。白いローブ。外部白い。ま、これ、映画が20年前だけであって、原作はむっちゃ前にあるってことか。ものすごい前。じゃあ、ファイナルファンタジーとかももよりも前ってこと？全然前。あ、そういうことね。うん。なんか外国のやつでしょ、多分。外国だよね。あ、そう。ちょっとじゃあ見てみようかな。長い？たくさんある？長い、三部作。三部作？うん。三部作見ないと分かんない。いや、どっから見ても楽しい。どっから見ても楽しい。1だけでも大丈夫。1でも楽しい。あ、そう。2でも楽しい。あ、じゃあ見てみようかな、うん、ロード・オブ・ザ・リング。すいませんね。もう皆さん知ってることかもしれませんけども。さあ、じゃあ行きましょうかね。生放送でございます。メールでご参加ください。はい、メール。はい、どうも。ラジオネーム、山田のドラゴン。はい、ありがとう。サビタ・ツルギ。分類、剣。うん、攻撃力、ゼロ。うん、エクスカリバーが沈んでいるとされる湖でとある少女が見つけた剣、完全に錆びており何の力も感じられないか。あるけど。いや、こんなんだったわ。あるけど。こんなんだった。何の力も感じられないか。なんだっけ。血塗られた盾みたいな。あるある。そんなもこんな感じじゃなかった。うん、説明文。あとやっぱ、うん、そうだね。聖剣伝説だな、もう。聖剣伝説。うん、やってたなぁ。ラジオネーム、マウンテンヒル。はい。妖精のランプですが、うん、再発見したのは、名前を伏せた本人らしいです。うん、そんなことある。なんだかちょっと、雲行きが怪しく。いや、そんなことはないです。そんなことはないです。そんなことはないですけども。この人は、だから、名前をつけたってことは、その、なんだろう、その、見つけた人ではないのかな、最初に。最初に見つけた人とはまた別ではあんのかな。いや、だから、そればっか探してたのよ、多分。妖精のランプを、どっかにまだあるはずだと。うん。ずっと探し続けてたから見つかっただけで。その妖精のランプを持ってて、うん。置いて。違う。そういうことではないです。ではないんだよね。そういうことではないです。はい、あの、作ったわけじゃないです。自分で。自分で作って埋めたわけではないです。大丈夫です。はい。いや、そう、ロマンで、そこもロマンですよ。そう、探し続けたんですよ。見つけたんですよ。ラジオネーム、もちもちのパンケーキ。はい。いやいや、
灰色のガンダルフが白になるってなんて言っちゃうんですか。これだから流行り勢やマナーが終わってるんですよ。春休みキッズはおとなしくしとけよ。いたかネタバレ禁止、ね、いたかじゃあ、それはそうなんだろうけど、僕はそのあんまりそれがどのぐらいのことなのか分かってないから、まあ、別にいいよっていう感じなの今。まさか白になるとは。うん、すごいのそれ。うわーってなるの。もう真っ白だから。そう、色の白さにびっくりするわけじゃないでしょ。白ーっていうわけじゃないでしょ。でもなったんだってことでしょ。いやもう白だったよ。白になる。そんなに白いのって。めっちゃ白いってこと。うん。うん。いやだからその。でも白すぎる。見た後にうわなんてとこ言ってくれてんだよってなるってこと。なるかもな。もちもちパンケーキからしたら。灰色のガンダルフがまさか白になるとはっていうね。灰色って何魔法なのまず。じゃあその黒でも白でもないそのどっちつかずのガンダルフなのよ。グレーのバンドの、うん、バンド名の付け方じゃないの。グレーだよ、うん、白でもマジでグレーだよ。だから曖昧ガンダルフ曖昧だよ。その攻撃もできるし、うん、回復もできたってこと。ガンダルフガンダルフ剣使ってた気がするな確か。その白魔法は、うん、白魔術師、うん、はその回復っていう認識で合ってんの。だからそのロード・オブ・ザ・リング3作品見て、うん、魔法については、うん、ほんとずっとわかんない。もう、その、どれが魔法だったのか。なるほどね。なんかね、白になってから、杖がめっちゃ光るのよ、うん。で、ドラゴンを誘導する、飛竜を誘導するシーンがあるんだけど。なるほど。それが何の魔法だったのかわからない。確かそんなのないもんね。光るだけっていう。だこっそりその、グラビジャとか使ってる可能性あるってこと？あるだろうね。HP 何パーだっけ。もう4分の1以下よ。4分の1がグラビジャワ、うん、うん。まあまあまあ。だ見ますから。うん、じゃあ、うん、3部作全部。見た方がいい。うん、ロード・オブ・ザ・リングは。うん。うん、で、その、言わないでって言うかもしれない。だから、うん、なんであそこ言ったのって言うかもしれない。だから。うん、もう1でも十分だし、戦闘シーンで。うん。こんな強いんだ。だトロールみたいなやつが一番最初に出てきて戦うんですけど、うん、トロールよ。こんな強いんだって、生でいたら。あ、そう。うん。1体？ 1 体のみ。1体にみんな困っちゃうの。そうそう。ドラゴンとかと戦う？いる。飛竜がいる。それ戦う？戦う？戦う、戦う。戦う。うん。まあ、もう話にならない。強すぎる。話にならない。うん。いくらなんでも強すぎる。召喚獣は？ドラゴンとやるときは召喚獣と戦うみたいなことはない。でかい同士で。召喚獣はいなかったかな。まだだから召喚獣とかはじゃあ後々付け足されたんだ。誰かの。あれで。でかい木の人いるな。でかい木の人？でかい木の人いる。それ味方？結局、あ、でもこれネタ。ああ、もうなんかあるじゃん。結局結局ってもうなんかあるじゃん。2ですよね。2つの塔ですよね。なんか絶対あるじゃん。立場変わるじゃん。ああ、やっちったな。でっかい木の人。でっかい木の人って。でっかい木の人いるんだよな。裏切るのか味方になるのかするじゃん、もう。細かいとこ見てほしい。ほんと。すごいね。なんか、あ、実際こうなんだろうなっていう。その、うん、敵側もさ、武装するわけよ。うん、その、ゴブリンみたいな奴らが。もう本当に汚い。機能があるわけね。うん。それの、その武器を作ってるシーンがあるの。火事みたいな奴がいて、ゴブリンが。火事のゴブリンもいる、うん。超雑なのよ。それが嬉しくて。なるほどね、うん。そこまでの知能がないから。ないから。うん。細かく仕上げるとかね。なるほどね。何回か撃ってもすぐできた、つって。まあ、ゴブリンだとこれぐらいか。こんぐらいだかなって思っちゃうのよね。あれは、ジョブみたいな、ジョブっていう言い方があるってこと？ない。ジョブっていうか、まあ、種族だな。種族であるのね。エルフは弓持ってるし、ドワーフは斧持ってるのかな、確か。ああ、なるほどね。いや、これをしてたんだってやっぱ思ったな。ファイナルファンタジーも。ドラクエも？ドラクエも入ってんのかな、ちょっと参考にしてるだろうね。当時の、まあ、やっぱ、ロード、まあ、ああいう RPG、うん、ロールプレイングゲームっていうのは結構元祖として、うん、指輪物語が入ってんじゃないかな。ちょっとはルーラないの？ルーラそれこまでやるとやっぱちょっともうやりすぎなんじゃない？ロード・オブ・ザ・リングには
ルーラーとかやりすぎなんじゃない、うん、分かるドキュメンタリーでやってるからこっちはもうドキュメンタリーなわけないだろドキュメンタリーなわけないだろインタビューとかもし途中あったかもしれない語ってんの座ってそれあったかもしれないあの時どうでしたみたいな、うん、いや むちゃくちゃ冷めるんだけどいや本当にやられるかやあるけどそれ多分ハンターハンターとかでもあったけど、うん、なんか答えてるシーン、うん、なんかインタビューみたいなのに答えてるシーンあったけど冷めるんだけどあんなことされたらロード・オブ・ザ・リングでいや大変でしたよみたいなあの時は、うん、バキが好きなやつバキが好きなやつ本当に何度も、うんうん、やインタビューされ て、うん、後に語るっていや本当にあったことじゃないからロード・オブ・ザ・リングまだ分かんない、うん、本当にあったかもしれないからそれ冷めるんでやめていただきたいなと思いますけどもね、うん、いやちょっとまあ一つあの話したいことがありましてですね、うん、まあまあ大したことじゃないんですけど、うん、高円寺で飲んでたんですけど、うん、一人で、うん、まあ本当に雑多な居酒屋で、うんまあ、本当にこのワンフロア、うん、なんだろう、まあ、柱とかもさない、うん、なんかとその個室とかもない、うん、本当にただの四角い広い部屋にテーブルがバーって置いてあるみたいな、うん、居酒屋赤ちょうちんみたいな、うん、とこ飲んでて一人でテーブルで、うん、で、まあ、高円寺はよくあるんですけど、うんまあ、その話しかけられるんですよよくねそのちょっと酔っ払った人に、まあ、そのイメージだな、うん、高円寺まあまあその人情の街っていう言い方もできるからあまあ それはそれ全然いいんですよ、うん、私も全然応じますしもちろん、うん、でその日がですね40歳45ぐらいだと思うんですけど、うん、細いねおじさんがね話しかけてきたんですよもうまさに高円寺みたいな、うん、その格好したもう市川刺身の私服みたいな感じのさ、なんかこの、高円寺だなっていう人が。何も気にしない状態。そう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 。で、なんか、タバコをこう、片手に持ってさ、その、右手にグラス持ってさ、近づいてきて、ちょっと、お笑いの、あれですよね、ってなって。そんな状態まだあんだ。全然やってますよ。全然やってます、高円寺では。で、もしよかったら、ちょっと一杯だけ、ちょっとご一緒してもいいですかって言ってきて、その おじさんが。で、ちょっとその、椅子も空いてたからさ、遠い目に座られて、うん、で、じゃあ乾杯とか言って、そのおじさんがさ、いや、大変っすよね、芸人はね、とか言ってきて、うんで、まあ、一応ね、気遣ってくれてるから、まあ、いや、そんなことないっすよ、みたいな、言ってて。うん、いや、わかりますよ、ほんと。こう、客前に立って何かやるっていうのは、まあ、本当にこれ、心にね、ストレスもかかるし、ほんと大変なんですよね、うん、みたいなこと言ってくんだよ。まあ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 、そういうこともありますかね、うん、みたいな。で、M1 の、ね、あれとかも予選とかも大変でしょ、みたいな。うん、いやそうっすね。まあ、M1 とかね、賞レースとかみんなピリピリしますよね、みたいな。うん、いやわかりますわとか言ってくんの、そのおじさんが。うん、で、その、すごい、まあ、そんななんかずっとお笑いの話をしてきて、で、わかりますって言ってくるから、この人なんだろうなと思ってたら、いやわかりますよ。いや私もね、実は途中で辞めちゃったんですけど、NSC 行ってたんですよねって言って。わかるかいそいつに。そのぐらいのやつに分かってたまるかいそのこっちの気持ちが。本当いるよな、NSC 行ってたってやつ。いや、その分からないだろ。僕、もう違うから、思ってることは。うん、多分。僕が、ルミネの出番前、袖で思ってることと、あなたが寝た前に思ってることはもう何もかもか違うから。本当に。いるんですよ。いるよな。そういうやつが。本当に、うん。あのね、これがね、本当良くなくて、やっぱ、お笑いやった感じになっちゃうんだよね。NSC 行くと。あれはですね、陶芸教室ですから。いわば。体験学習。体験ですから。陶芸体験ですから、あれ。あれを経て、何十年やって陶芸家になるわけですから、うん、気持ち全然違うんですよ。あなたと。やってないからね。厳密にはやってないですよ。まやってない。まだ。NSC に入ってるって状態は、うん。
なんかその、なんかこのか、お金を払って見に来た人たちの前に立つ、この、なんその責任とかありますもんね、うん、みたいな、その、いや、そんな話じゃないんだよ、その、私たちが思ってることは。思わない別に。そういうことじゃない。いや、もちろんその、うん、それは、その気持ちは多分根底にはあるけど、もう、そういう風には思ってない、もう。うん。うん、それどころじゃない。あと、まず。そうそう、それどころじゃないっていうのもあるし。うん、うん、だから、その、やめてください。NSC 出ただけの人がお笑い芸人感を出すのやめてください、これ。だってそもそも NSC なんて毎年何人入ってるんですか、あれ。もうすごい。だその最盛期はもう1000人とか入ってるんですから。1000人とか入ったでしょ、うん、この世にもう何、今何期生まであるんだって話じゃないですか。うん。そも万超えてるわけですよ。万余裕で超えてますね。NSC 入ってる人、うん。うん。やってないです、だから。うん。やってない。どこまで行ったら名乗っていいかだけどね。はぁ、難しいねー。うわ5年かな。5年ぐらい、でも5年ぐらいやると、その、あんまり言えなくなってくると思うんですよ。なんか、やってたんすよ、みたいな。その、今本当にこうやってる人に対しては、ちょっとこう、後ろめたさとかちゃんとあるから。まあでもそのぐらいはやんないとかなって思うけどな。まあ最低3、4年、かな。でもそれも、あの、まあ、もちろんやってたって言、もちろん言っていいですけど、月1回、1分の出番をずっと同じネタでやってる、18年やってる人とかいるじゃないですか。うん、その人ともやっぱり話はちょっと違うなとは思いますけど。まあどうだろうな、うん、まあでも、その、悩んでくれたらもう、俺はもういいけどね。悩む、うん。うん。ちゃんと。楽しみだけじゃなくて。ああ、まあまあ、もちろんね。もう、うん。うん、怖くて、辛がってくれたらもう十分だわ。俺は。だからその、楽しいでやれるじゃん、多分まだね。あの、1年目、2年目とか。なんだか楽しいな、みたいな。もちろんそのネタを生む苦悩とかあると思うけど。この人生のさ、人生のなんかこの、あら？これ大丈夫かしら、みたいな。あの辺とかね。俺でも2年目でそれ思ったよな。人生大丈夫かしら？俺17歳の時が一番思ったな。ええー。うん。あ、まだ決めるところだからか。いや、もうガチガチに挫折してる時よ。ああ、でもそっか、ランキングバトルとか出て最下位取ってた時だな。あれか。番外編の。いや、もうそれよりももっと若い。あ、もっと若い？だって、お笑いの、ルミザ吉本のお笑い幼稚園とか、あとエコノミークラスとかあった時代の時のランキングバトルで、最下位を取り出した時は。俺は面白いなと思ってやり出して。やり出して。なった時ね。もう、なんか学校以降の貯金もなくなって、で、ランキングバトルがあって、しかもチケットノルマを払うために、もう毎日にバイトして、金がない、最下位取るわ。あら本当に、あれこれ、売れないってこと本当にあんの？ああ、なるほどね。お笑い大丈夫かしら私って。あ、そんなことあり得るんだって思った時は、すごいマジで、玄関から立てなくなってたのか。そうか。でも、うん、松本さんにあれして、うん、もう、俺はそうなんだって思ってやっちゃってるからね。うん、だからそうやってなんか、そんな、売れないってこともあんのかなって、よぎるぐらいまでやってくれたら。早いっすね。うん。それは思ったな。僕、それは思ったの、だから、本当に2014、5年ぐらいじゃないかな。うん、あらって思ってたの。もうちょい前かな。あれ、14とかかな。うん。大宮とか出だしたぐらいの時だね。うん。あららみたいな。うん。だそれ、確かに、じゃあ、それを思ってくれたら、じゃあ。もういい。うん、話し合う。うん。うんでもそう思ってるやつはでも多分分かりますよって言わなくなるんだよね、おそらくだけど。こんな絡み方するわけこんな絡み方してくれない。村上さん、いっぱいいいっすか、うん、いいっすか本当大変っすよね。お笑い芸人大変っすよ。分かりますよ。人を笑わすっていうのは本当大事なこと、本当難しいことっす。本当にこのね、でもね、本当に素敵な職業だと思います、みたいな。いや、思ってたよ。僕も、だからそのやり出しの頃多分。
今その人にさ、今そのし何仕事とか何してんすかって言ったら、まあ今自由人だねって言ってさ何も結局やってませんでしたいろいろやって自由人って言ってました。何で教わったんだよ。芝居もやったし、服も作ったし、いろいろやって自由人でした。無茶だ野田さん、あんた今までどこで何してたんだよ。臭い水を浴びてました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、メールでございます。はい、ラジオネームビコイロン。はい、どうも。妖精のランプですが、名前を付けた方がツイートされていて、ネットニュースのタイトルが若干ミスリードになっていて、再発見の報告をまとめたのは自分だけど、一番初めに再発見したのは自分のラボに所属していた学生さんだと説明されていました。ああ、なるほど。なので前作の主人公の弟子が続編で主人公になるタイプの RPG のプロローグです。大好き。大好き。これじゃん。これ大好き。このパターン大好き。で、いいですね。一応その前作の主人公もいるっていう状態が僕すごい好きです。最近ではね、スピンオフとかでもあるけどね、そういうのがね。ああ、別の話もやってね。あれがめっちゃいい。あの、シャドーバースのアニメ見たんですよ。もうむちゃくちゃ面白いですよ。ちょっと本当おすすめしたい。一気しか見ないな。めっちゃ面白いわ。一気全部見たんですか？一気は見た。めっちゃ面白くない？うん、面白い。すごいよ、あれ。てか、出来がすごいよね。すごい。うん。なんかさ、もう、あの、これだよっていう、アニメって。これでいいんだよ、みたいな。昔見てた頃の、もう本当わかりやすいこの完全懲悪みたいなのと、わかりやすい展開と。絶対こいつが強えじゃんっていうのわかるもんね。いや、そう。本当に。あ、だからさ、影、僕まだその2期目を途中までしか見てないんだけど、ヒーローのシルエットがさ、超強い7人の中に入ってんのよ、影で。もうちょっと、ちょっと待ってよ。前作の主人公が次の世界の超強い、もう、7人みたいな中に入ってんのよ。ワクワクするわ。ワクワクさせてくれるよな。し、ワクワクさせてくれる。そうそう、もうこいつの弱い時から知ってんのよっていう。ラジオネームぬぬぬ。3000年この世界を見てきたという長老。おや、お主、その錆びた剣ちょっとわしに見せてくれんか。はい、いいえ。ああ、使えるようになりそうですね、これ。よかったですね。ただこの長老になかなか会えないんですよね。ここの長老まで行ければ行けるんだけど、なかなか会えないから、はい、なんかでもこのスピンオフなのか回想進化でこの長老がパーティーに入ってて、昔大ボスラスボス倒してたところも熱いんだよな。いや、いいんだよね。この時の長老多分愚かなんだよね、まだ当時のパーティーに入った時の長老は。昔の勇者パーティーに入った時の長老だから、こいつだけ生き延びたんだろうな。最終的には。それ、あるよね。それ、なんだろうな。なんかの、とか、それあるよね。うん。出てこないけど。昔の、パーティー、勇者パーティーってやっぱ震えるよな。あれ、アーロンとか違う、アーロンだっけ？アーロンは、一応その前作、前回のパーティーに入ってた。倒した、やつ。まあ、アーロンもちょっと、ネタバレがあるんで、あれする。FF10 ね。ネタバレがあるんで。ネタバレもう、これ、喋れないんだよ、このラジオ。ネタバレ怒られるから。ラジオネーム、ずっと春休みでいいのに。はい。錆びた剣と妖精のランプを近づけると、光り始めました。合成を試しますか？いやー、うわー、でもちょっとごめん。ちょっと申し訳ないけど、妖精のランプには荷が重いな。これちょっとでも。妖精のランプじゃ無理よ。ちょっと。ちょっとだから弱くなる可能性あるね。そうだな。錆びた剣がどうやったら聖剣になるかだよな。これで聖剣になるってことはなさそうだ、まだ。足してくんかな、どんどん。まあ、足してくパターンもあるよな、ね、聖剣伝説システム。歩いて越えたらエクスカリバー。ラジオネーム星屑スターダスト。はい。
野田さんが手にする武器はやっぱり佐之助が所持していたザンバ刀がいいと思います。いかつい日本名でかっこよく、なおかつ単純にでかくて重いという野田さんの求めたシンプルの究極、マッチョはザンバ刀を持つしかなくない。どこ行ったな、ザンバ刀後半。ザンバ刀だってどこにしまったんだ。素手でやってんじゃないですか、あいつ。もう二人の極みも覚えちゃったから。ザンバ刀でかい。おられたか。おられたのか。あれ、おられたっけ。謙信と戦った時に、謙信におられてるんですか。おられたのか。もうじゃあ素手だってな。いやでもどの道やっぱかさばるなと思ったんじゃない。ザンバ刀、まあ、そうか、結構移動するし、うん、いろいろ行くしなってなったのかな。うん、ザンバ刀ね。でもでっかい武器はやっぱかっこいいよな。うーん、ね、僕そんなに惹かれないんだよな、でかいのは。でかくて、あと長いもかっこいいな、やっぱ。それあの、なんだろう、もう抜き身のしらさや、もうあのもうただの木のさ、根ざやっていうんですか、白鞘、木で木の鞘、木の鞘、なんつうんだろう、あのどれ、もうなんつうの、そう、彦清十郎の、そう、あ、分かってくれる。彦清十郎のね、彦清十郎のバカでかい、でかいんすよ、な、長いんすよ。かっこいい、でもなんかアングルから見るとほんとかっこよくて、彦清十郎のやつね。いいね、なんかもういいんだよな、あれが。何なんだろう。そのレイピア系の方が好きだからな。レイピア系、ね、なんか湯気出てるみたいなレイピアですか。そのなんか陶器まとってるみたいな状態のレイピア。あれ好きなんですけどね、私は。うーん、確かに。ラジオネーム、チルソバ。はい。僕が好きだった武器は、家庭教師ヒットマンリボーンに出てくるヒバリという風紀員かつ不良の頂点という、不安定な時期を迎える中学生が一番であってはいけないキャラクターが使っていた、トンファーが好きでした。ネクタイをしっかり締めているスタイリッシュな男が使うトンファーは最高でした。いいね、今思うとトンファーって意味なし武器じゃないですか。意味なし武器ではないと思うけど。なんかトンファーでも最強説一回なんかで出た気がするんだよな。一、まあ、回盛り上がったんだよな、トンファーは。ね、トンファー最強説。トンファー。うん。銀もね、トンファーだから。まあ、トンファーですね。改造トンファー。回せる。うん、回せるトンファーだからね、うん。うん、トンファーね。かっこいいね、トンファーも。でも、ファンタジー系にやっぱ出てこないもんね、あんまりトンファーって。トンファー出てこないね。うん、ガチ系の方だもんね、なんかトンファー出てくるのって。うん。でもかっこいいけどな、ね、武術と。なんか一体か忍術っぽくてね、ちょっとね、三節棍、三節棍もかっこいい、うんうん、トンファー三節棍、うん、コンコンいいっすよね、コンいいね、奇変のやつ、コン、ラジオネームアピラピ、はい、錆びた剣と錆びた剣と妖精のランプの配合ですが、攻略ウィキの取り返しのつかない要素の欄に絶対入ってくる。エクスカリバールートが消える初心者泣かせのトラップです。なるほどね。なるほどね。エクスカリバールート、あの、樹形図みたいなやつね。こっち行ったらもう。いやー。でも、違う、多分、ここですみたいな。多分これは、王道ルートが、エクスカリバーの、真っ当に、要は攻撃力が一番高いタイプの剣になるんだけど、よくよくやり込み要素で、ね、その、低レベルクリアとか、って考えると、そっちのルートの方が強い可能性あるのよ。その属性特化の方とか行くとか、うん、バフの方ね。うん、バフ系とか、ね、うん、こっちの方がいいよっていうのはあると思う。でも最初はそっち行きたくねって、最初はもう一番上行きたいよ。いや、俺愛してるけどね。俺取り返しのつかない要素でそっち行ったら、なんかそっち愛しちゃうね。そっちのが一番強いからって言い張る俺、うん。うん。狙っていったし、みたいな。狙っていった。あ、こっちのが逆に、つって。バレますよ、それはもう。何周目っていう。妖精のランプの配合だとそうだな、ちょっと特殊系の、まあ、状態維持を引き起こす系の攻撃だわ。ちょっと弱いか。うん。妖精のランプね、あれもう、なんかその、キノコ的なやつだからね。うん。やっぱちょっとその、状態異常の方行くか、混乱か。さあ、ということで、まだまだメールはお願いします。はい、さあ、こちらの、はい、メールでーす。はい、ラジオネームエレガントナノマシン。はい、トンファーといえば、真島ヒロ先生のレイブに出てたヒロインのエリーが作っ
使ってた、トンファーに銃の要素が合体したガンズトンファーが印象に残ってます。近接武器で間接攻撃もできるだなんて、あれを見ると普通のトンファーがバカらしく思えてきます。確かにね、そう言われちゃったらね、後出しだもんだって。そのが何ガンズトンファーは、ガンズトンファー後出しやん。ガン、まあ、銃の要素を含めたら、そりゃまあ強いわな、ね。銃ない時代の武器なわけでしょ、トンファーは。俺はもう国用。レイブよ見ました？読んでない。レイブ読んでないんだよな。面白いんだろうね、でも。すごい話題になってるし、アニメにもなってるから。レイブとか読んだら面白いかもな。なんか、長く楽しめそうだし。FF8 がさ、まさにそのガン、ガンとキーンが一緒になってるのよ。スコールね。あの攻撃の瞬間にやっぱ爆発起きんだけどさ、いまだにシステム分かってないね、あれ。いやだからあれどうだ、切った瞬間、切る瞬間にあれ引き金引いて撃ってんのか、もう爆発してんのか、どこがどう爆発してるのかが、いまだにあの時のポリゴンだから、ちゃんとはまだ分かってない。これはもう リメイクを待ちます。もうお前ら戦闘中暇だろ、その要素欲しいだろ。だからそのちょうどタイミングよく R の1を押してくれと。ありがたいじゃないですか、心遣いが。ラジオネーム、高ガラスもあるでいいのかな、小ガラス丸、ザンバ島ですが、剣心との戦いで真っ二つに切られてからは登場していませんでしたが、陣中編ではサノスケが二重の極めを使えない状態だったため、その、他の策として無理やりつなぎ合わせた状態で再登場し、クジラの身標下のアームストロング砲の砲弾を打ち返した後、犬井万人の無敵将校装甲に攻撃した際に完全に砕け散りました。うるせえよ。すごい懐かしい。うるせえよ、すごい懐かしいな。陣中編はよ。あったけどさ。懐かしい名前がどんどん出てくるな。無理やり見兵庫を倒したの、ヤヒコでしょ、確か、最後。いや、もう全く覚えてない、私はもう。ね。無理やり繋ぎ合わして、そんな強度出んの？どう繋ぎ合わしてんの？無理やり。すごいじゃん。ああ、でも思い出した。確かに、あったな。手、そうだ、指ボロボロになってたわ。使えなくなっちゃった、ね。サノスケ。イバンジンと懐かしいなぁ。このいいよね、このルロケンのこの名前の付け方のこの感じね。クジラの兵庫さん。相当強い大砲だったからな、あれな。急にそのアームストロング砲みたいなね。いいですね。懐かしいな、クジラ波兵庫。ラジオネームクリームソーダ。はい。酒場のおっさん。俺も半年ほど刀鍛冶の工房に弟子入りしたことがあるからな。わ、はい、かるよ、あんたの抱える剣ただものじゃねえんだ。いや、ムカつくわ、ムカつくわ。半年がよ。でもたまたま当たってるだけだからな、お前。全員に言ってんだよ、これ。たまたまだからな、お前。本物の刀鍛冶とのこの分かり方の深さが違うから。酒飲んだら税に言っちゃってんの。入ってきた剣持ってるやつ。分かるよ、それ。くっそ。ただものじゃないんだろ。嫌われてます。嫌われますよ、本当に、あなた。ラジオネーム、父は公務員。父もです。俺も自分の金玉に、すりなみ、たぬきの、おいなりって名付けてるよ。別名、エルフのくるみだよ。やかましい。いい加減にしてください。お父さん公務員なんだから。恥ずかしいよ、本当にあなた。なんでそんな喋り方になっちゃったの？こんなやつだっけ？その、なんとかだよ、みたいなやつだっけ？父は公務員って。急に距離近づけてきてるけど。エルフのくるみだよ、その。杉並たぬきのお稲荷。まだ発見されてないのかな、少ないんかな、絶滅してると思われてた。ラジオネームリオネルタッチ、はい、誰も行かないから、犬屋舎の鉄斎が俺行きます。どうぞ。いいよ、どうぞ。鉄斎が、いや、そんな好きだったらいいですよ、全然自由に持ってってください。鉄斎が行きますって何なの。あれだ、犬屋舎が持ってるでっかい剣だよね。あのなんかこの湾曲した、いや全然いいですよ。うん。犬屋舎はそこまでですね、僕、武器としては。行きますって何なん？別に本当に取り合ってるわけじゃないですけど、ああ、でもそう、漫画の武器、漫画の武器で一番
かっこいいやつ。漫画の武器？むずいな。パッと出てこないな、漫画の武器って。ああ、むずいね。まあ、ルロケンとかはやっぱ出てきちゃうね。酒場刀とかそんなのね。悔しい。悔しいな。悔しい。まあ、誘惑とかないんですか、武器。誘惑でもまあ、いろんな療養とかもあったけども。名前あんま思い出せないな、ヨーヨーとかのやつは。うん、リンクのね。うん。ヨーヨー。悔しい。ちょっと、ちょっと調べましょう。ちょっと、今一瞬で調べましょう。かっこいい武器があったはず。はい、ちょっと調べましょう。少々お待ちください、はい。ということで、ではここで一曲、バンドじゃないもん、ゴッドソング。あ、野田さん、決まりましたか、武器は。めっちゃむずい。めっちゃむずい。めっちゃむずい。なぜだか。なんだこれ、決めらんない。なんか名前が、あれ、僕、本好きなんで、本持って戦うの好きなんで。本系ね。団長、うん、あれなんで、スキルハンター。スキルハンター。うん、とか、あれですね、ガッシュの、みんなね、本持って戦うから、あの感じ好きなんですけどね、なんか、これっていう感じになります。スキルハンターで奪ったさ、フクロウだっけな、陰獣から奪った能力でマントみたいにヒラヒラさせるやつが、ね、あれかっこいいよな。だからその名前がでも分からん、なんかそのこれっていう感じじゃないんですよ。確かにね。確かに。っていうのか。ベンズナイフもかっこいいけどな、そもそも。ベンズナイフね。毒ね。毒塗ったやつね。ちょっと薄いな。まあ言ったらまあね、そのゾロのね、刀とかもね、まあ、かっこいいし、いいし、クリマタクトかっこいいしね、ワンピース言うとね。決めらんなかったですね、なんか。決めらんないな。なんでなんだろうね。ちょっとまずいな。ラジオネーム、ウパウパ。はい。エルフのくるみ？そうか。帰ってらしたのですね。どういうメールなんすかそれ、どういう。どういうメールですか。それだけ待ち望んでたのよ。エルフのくるみを、いや、そのエルフのくるみを持ってるあいつを待っていたってことでいいんですよね。何 なんですか、まあ、勇者みたいなやつなんですかね。金玉物語でしょ。金玉物語、金玉物語の勇者と、はい、こいつは何だろうな、エルフの偉い子なのかもしれないけどな、金玉物語とは。金玉を火山に捨てに行くお話よ。なんでいらなくなっちゃったんですか。大事じゃないですか、だってくるみなんだから。ああ見たいですね。見たくないですよ。全然見たくないです私。こんなやり取り見てらんないですよ。エルフのくるみ、そうか、帰ってらしたもんですね。金玉、金玉じゃないの。見たくないです私は。皆様本日もありがとうございました。日本放送でお聞きの方はこの後4時半から、上柳雅彦朝ぼら系でございます。ぜひお聞きください。ということでここまでのお相手はマジカルラブリーの村上とレフのくるみでした。ありがとうね。バイバイ。こんばんは、村上です。その溢れ出す何かです。マジカルラブリーです。お願いします。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎週木曜日のオールネット日本ゼロは我々マジカルラブリーがお送りしております。本当にしています。いやー、もう本当に、ジャムーティーが、効いております。あ、いいですね。あ、そういえば確かにその感じ出ないですね、はい。そんなになんかジュルジュル言ってないですよね。去年とか考えると、やっぱ今年はそんなになってない感じがする、ね。効いてるんじゃないかという説でございます。ね、な俺さ、はい、なんかね、なってないんだけど、はい、やっぱなんか詰まってる感じはしてるんだよ。くしゃみは出ないんですけど、だからその、聞いてないんだけど、はい、花粉が溜まってってなと思って、はい、そういうものではないような気がする。いやでもなんか詰まってんだよ、なんかずっと。花粉そのものが。そのものが。聞いてないから。いや、あの粉みたいなのが。粉が侵入してないんだよ、多分。俺の体の中に。どこで止まってんの？それも鼻の表面で、奥の表面で止まってて、うん、入れないから困ってるんですか。この中パンパンに詰まってる。なんか山梨のすごい田舎の方行ったじゃないですか。あ、行きましたね。あそこの辺で止まってる車見たら、もうめちゃくちゃ黄色くなってましたね。あれですわ。そう。花粉。あれ花粉ですよ、おそらく。あの時結構みんなやばかったもんな。
あの時さすがに山梨の山奥もう山の中だとちょっと僕も鼻水出ましたけど、うん、まあ放送まだなんですけども、まあ、一部の B としてなんかそのテーブルがその銀杏の匂いがするっていうくだりがあったんですよ。方が、ね、その方のお家に行ってるんですけどね、うんうん、行ってその家の中にあるテーブルが、うん、なんかちょっとすごい銀杏の匂いがすると、うん、でそりゃ銀杏の匂いだからみんなリアクションするじゃないですか、うん、うわっすっごい匂いですねくっさーってなるんですけど、うん、一発目村上だったんで、うん、ああでも匂いじゃ分かんないかみたいな。でその鼻がねもう鼻がバカになってるんでそんなやつ一発目行くだってちょっと嗅いでみてくださいって言われてこの近づけたんだけどそのあ鼻はもうだって動かないんだもん、うん、その引けないし出せないからその一発目で行かないですその人がってなってるからそれでさ匂いはしないか、いやどうなんすか分かんないですけどね別にみたいなくっさって俺くすん釣りでなったけど、うん、そう詰まってたなと思ったね。確かにねとか言ってたけどその後も分かってないからねあんまり。あそう。あんまり分かってない。すごい匂いだった、ね。うん、うん、鼻がね入ってこないからねその時は。うんでもあの福田さんもなんかねジャムーティーに手出してるそうで。うん。流行りそうですねジャムーティーね。どうなんすかね。にがっていうラインだけ来ましたけど僕に。苦いんだ。でもいいじゃないですか。今、それ聞きそうだなって。苦くあってほしいもん。そうだね。苦くあってほしいよね。高いになったら苦いでほしい。美味しかったら困るから。うん。うん、あれですよ。やっぱり漢方みたいな、ね。苦くあってほしいよ。非常にいい味が。聞きそうな味がしますね。うん、いいですね。うん、非常に。うん。まあ、ぜひとも、気になる方がということでございますけども。はい、さあ、R1 グランプリが終わりましたね。はい、そうですね。お疲れ様でした、審査員の。はい、やらせていただきました、今年も。田津原リオンさん、はいはい、優勝。はい。ねえ。なんか、あれですね。うん、すごい、やるんですね、そういうのをね。なんか、R1 グランプリっていうのは。まあ、あんだけ積まれちゃどのぐらいなんですかね。積まれちゃった。どのぐらい積んだんですかね、田津原君。まあ、家、何軒も経っちゃうか。家探検も立っちゃうぐらいもらったんですかあなたも。ありがとうございますって言って。ああ、じゃあ、まあ、もらっときます。まあまあ、まあまあ、もらっときますっつって。プラス何点でってお願いされたんですかプラス何点でって。まあ、それぞれだろうけど、うん、もう1点、そう、1点、まあ。プラス1点 ?1点でもうほんと家1点、うん。プラス1点で家1軒立つぐらいもらってるんですかああ、そうですか。うん。じゃあもうプラ4とかになったらもう本当に4点は立つよね。すごいっすねやっぱり。何がそんなにそのなんていうんですか、その田津原リオンっていう方は、うん、もうとんでもない何かの方っていうことですか。なぜそんなにまでして優勝させてもらえるんですかね。もうあれよ、うん、親だよ親多分。あ親が。俺はもう詳しく聞いてないけどやっぱ親がすごい国系、うん、国家系。家がもうめっちゃ持ってるっつって、うん、家が家めっちゃ持ってる家をめっちゃ持ってるから俺らにも渡せる家一つ一つ配って1点ずつ買ったってことそうそうそう家あった方がいいじゃん多くいやまあ確かにね、うん、いやねにしてはあのネタ面白かったですけど、うん、それすごいすごいですよ、 一応その別にやらなくていいですよじゃあもう努力しなくていいですよ田澤君勝ちたかったんだってどうしてもいやでもそのつまんなくても心配性だからつまんなくても470点つくわけでしょ、うん、心配性だからそうかつまんなかったら家が結構50件ぐらいなくなるかそうそうそうある程度テーマ高めといて、うん、1、2点ぐらいみんな高くしたかったってこと、うん、頑張りましたねその大したもんよすごいこの万劇とかにたくさん出てネタも叩いて叩いた上で、うん、家も配るやらなくてもいいのに、うん、大したもんよ田津原君すごいっすね勝ち取ったよねこれこそいやー、まあ、その冗談はさておきですね。いや、その、なんですかそのやっぱすごい、この、R1 グランプリっていうのは、その、うん、どうしたんですかこれ。僕は。なんでなんですか毎年毎年。僕はもう、一個。いや、これ言いたくない、こんなことは。あなたも審査員してるわけですし。うん、僕も言いましたけども。何なんですか別で、あれはね、R1 のスタッフさんが、朝、うんうんまあ、原価釣りなのかなわかんないけど、うん、地蔵蹴ってきてますね。なんか、問題起きろっつって。話題になるっつって。話題になる。朝、R1 の朝、うん、
まあ、わざわざ、まあ、お寺とか行くのかな、うん、で地蔵蹴って、うん、再生にしょんべんしてあそのなんか縁起の悪そうなことは全部やっ て, て、ね、くれてるんですね、うん、でじゃあその、ね、願いがこう叶いまた R1 が話題になったってことですか。危なかったよ。だからもうその、うん、うまくいったからさ、その放送上はその時はね、はい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 、もう終わってからだからもうあわもう終わってからアフターで行ったかもね、うん、あのスタッフさんやば急いであ何も起きねえやべえっつってで地蔵にサッカーボールキックですか来た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 、そうしたらあの動画が出回ってきたと、来た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 じゃないですいやできればそのなくしてほしいですよ田津原くんのためにも、そういうのはそうなんだけど、うん、そう優勝で、うん、いや R1 グランプリ優勝面白かったすごい戦いだったで話題になればいいんですよ、まあ、なそんななんか、うんまあ、そういうスタッフもいたんじゃないやっぱ地蔵を蹴ってるとかはなるべく地蔵蹴ってこうっていうどうなんですかね、うんすごいですやっぱ R1 っていうのは毎年その何かが起きるだってねこれ今回、あのねまあちゃんと説明すると、はい、あのリハーサルで使ってた、うん、あのリオン君の 470.1 っていう、うんはいリハで使ってた点数と、うん、点数が本番中に一瞬移ってしまい、うん、1位のとこに、はいはい、でその、達原くんが本番、実際の本番でも、うん、全く同じ470点で1位を取るって、うん、優勝する。これはもう。奇跡が起きちゃったってことですか？だから、これはもうね、あの、やらせってみんな言いますけど、うんうん、言った方がいいよ。うん、そんなもん。まあ、こんなもん俺が審査員かかってなかったら言ってるもん。うん、いや、これ100あるじゃん、ワンちゃん。うんまあ、そのこんなもん僕らはね、賞レースとか一応出たことあるから、うんまあ、なんとなくないなとは思うけど、うん、知らなかったら、いや、絶対やってるこんなもんやってるよ、こんなもん。そんな、だって、まあ、その、何点ぐらいの差があんの、あれ、その点数。最下位のことを田沢くんで何点ぐらいあるの？それぞれ、いや、10点つかね、つけないと。点ないあ、でもね、まあ、最終的に合計はつくかもしれないけど、うん、まあ、ここはね、6、8ぐらいで。ああ、ここ6、8の、要はその合計点数で言うと、その、5人だから結果10。まあ、40点が開き、まあ、最高開けば40点になる。だ40択ぐらいあるってことね。点数のその、奇跡は。うん、だ40択分、40分の1がそこで出ちゃうっていう、この奇跡があったってことね。あったんだな、うん、たまたま点数が同じのが出ちゃったっていう。うん、でも40分の1ならあるからね。それは。で、まあ、その、裏知ってるとさ、うん、まあ、僕、R1 は審査員あんまりリハとか出ないんですけども、うん、あの、なんか、M1 とか出てさ、うん、なんかその点数の確認してる場面は見たことあるからさ。まあまあね。うん、ああ、確かに、田沢くんあたりをリハで1位にしてそうだなっていうか、うん、あるあるなんですよね。ーダークホースあたりをね。まあ、それはそうですよね。なんかいろんなこと噛み合ったなっていうのが、キョンじゃないよねって思う。そうそう。キョンのもリハで1位にしないよねしないんですよ、これ。優勝候補っぽい人とか、うん、有名な人、うん、なんかね、何なんですかね、あれね。どこの大会もしないですよね。それだから、例えば見られちゃったら、うん、その嫌な気するからじゃないですか、他の、そのダークホース系が。逆に言うと、はいはいうん、そうだね。リハでそういう、なんか、ことをしてしまうと、うん、まあ、それこそ、やらせをよぎる。かもしんないってのもあったかもしれないです、はいはいはい、逆にね。それはね。うん。まあ、わかんないけどね。結果、その、やらせなんですか、これは。そのさ。どっちなんですか、結果。僕はやらせじゃないと思ってるんですけど。野田さんはその R1 に深く関わってるわけですから、その、言ってください、見解を。だからもう、その、すごいきつい一言になっちゃう。それはいいです。R1 側も。R1 側もミスしてるから、これ現にミスしてるわけだから。してます、はい。で、毎年なんか、んですよそう、R1 よくしたい。で、毎年なんか起きてるし、うん、俺の優勝した時なんて5分くらい余ったんだから、エンディング。そうそうですよね。毎年なんか起きてんだよ。はい、起きてますよ。うん、はい。なんか、ね、あの、2回、みたいな、なんかありましたよね。うん、その、どうなんですか、これは、結局のところ。だからその、うん、R1 に、はい、その、あの5人の審査員を、はい、その、やらせさせる。うん。力ない。物を持ってない。
あ、玉がないってことですか。玉がない。玉がない。すぎる。玉、まあ、ごめんなさい。まあ、その言い換えてますけど、まあ、金ですね。まあ、金かわかんないけど、権力かわかんないけど、じゃあ、うん、R1 やらせ、うん、させるために、じゃあ、バカリさん、何を渡せばいいの、うん、帯番組。無理よ、帯、じゃ帯ごときじゃ動かないですよ。カンテレの。もう社長、社長だ、カンテレの社長でも動かないだろうな。カンテレの23時ぐらいの冠番組とか、その、無理なんですか。もう無理だろうな。意味ない、意味ないけど。意味ないことはないけど、その、それぞれ5人ね。はい。まあ、活躍されてるし、はいはい、僕ですらね。うん。そのお金をもうもらってますし、はいはいはい、しっかりね。はいはい、うん。じゃあ、あなたが、任意の方に、プラス3点出すには何をもらったらするんですか、あなたは。プラス3点、はい。やらせ、するとしたら。俺、しないっすよ、俺、マジで。2兆円でもすか ?2 兆円ってか、そう、しないから、多分。俺、多分ね、積まれてもどういう状況だったらするんだろう。今後のために。今後のために一応、はい、教えていただきたい。俺は、その、やらせ吹きかけられたら、暴露する方が、はい、金になると思ってるから、メリットあると思ってるから、そっちの方が信用度上がって仕事もありそうじゃん。いや、いらないですよ。だって2兆円あるんだから。仕事謎。いやいや仕事謎もう、その3点入れただけでもう全て何もやらなくてよくなるんですよ。いや、そのロマンがないじゃん。はい、ロマンがない。自分がやってきたことも否定されちゃうじゃん。さすがですね。M1 優勝したこともなしになっちゃうじゃん。R1 優勝したことも。千経円でも無理ですか。千経円でも。千経円ですよ、もう本当に。うん、もう、何十代も後まであなたの、うん、ご家族は暮らせますよ。うん、ゲーム作りたい放題でしょ。うん。千経円あったら。うん。だからその、うん、なんかその、なんつうんだろうな。王様かもしれないです。日本の。王様。うん。千経円持ってるやつは。そこまで俺なりたくはないんだよな。千経円とか。あ世界の王子、千経円は。R1。じゃあ、発想としては、一回そっちで王になってから何かを変えていくかもしれないよな。R1 作れば、作れる。そうそう、新しくな。だもうこの世界を一から作り直すかもしれない。千経円で。本当によく知らない若いピン芸人にプラス3点つけるだけで、うん、世界の王になれるんだったら、やります、うんうん、だから世界の王に、めんどくせえよ、もうそれ。勝手にやってくれよ、他の人。やらせのないお笑いの大会を作ることも可能なんですけど、うん、他の人やってくれよ、それ。3点で。その金持ってるカンテレがやれよ、お前。あ、やっぱさすが、審査員ってやっぱこう、さすがっすね、この、強いですね、意志が。じゃ、めんどくせえんだよ、そんなの。するんだから素直に言って点数面白かったで点数つけたいだろう、だって。そうか。千経円、千経円が、千経円のせいでおかしくなったのかな、分かりづらかったのかな。いや、まあだから、だから、その、今、リアルに、うん、その関西テレビっていうか、はい、まあ、R1 が持ってる持ち物では動かないかもしれない。はい、ああ、なるほど。厳しいな。じゃあ、まあ、地蔵のせいか。地蔵か。でもさ、うん、なんか1点ズレがあったんだよね、なんかの他でも点数の、どういうことですか。誰かが一瞬、もともと点数がバーって出て5人の、うん、その時に出た点数の合計値と、あ、なるほど、1点下がった時があったみたい、うん、今年今年今年、あ、そう、その場面もあったみたいで、あれはね、完全に俺のせい、はい、完全に俺のせい。何したんですか。もう直前で1点書いた。決して入れ直したって。やり直しして1点、うん、でそう慌てて、うん、あ、違う、これやっぱ1点違うっつって、うん、それが多分、うん、まあ、システム的に、まあ、その見逃しなのか、まあ、まあ出しちゃってるのも悪いけどね、前だ、もう合計点数はもう出てしまって、一回集計した後に油断してて、うん、俺の点数の回を見てなかったかなっていうのがあったね、うん、誰かが足してるんですか。だからあれね、あそこにこの点数を5人が入れた時点でもうどっかでコンピューターが足して出してるわけじゃないですか。あのね、これね、筆算してるんですか。いや、これね、見たら分かるんですよ、はい、審査員の、まあ、あのパソコンっていうか、はい、まあ、埋め込まれてて、ね、マウスで点数入れるんですよ。あ、マウスなんだ、はい、うん、でその時の、まあ、多分作ったソフトみたいのあるんですよね、うん、そのパネルの、うん、あれはもう完全にあの1998年ぐらいに作ったソフト。
あれは直した方がいい。だったら俺が作った方が早い。Windows 98ってこと？うん、98のソフトを使ってるあれ。まだカリ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 って。あと段階のカリ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 って。いやあれマジ俺が作った方がいいと思う。俺作れるもん。だってあれで集計して、いうソフトは作れるから、そのマジで誰かあれはちょっと頼んだ方がいいと思う。カンテレがもう そこで止まってるってこと？その技術が。だからパソコン通信、あのパソコンのソフトは何をやってるかって言ったら、点数を出して表示させるって終わってるのよ、うんうん、はい、それを計算するってことはしないそでもそ聞いてくれ、ちょっと待ってください、聞いてくれ、なんだよ、そんな金すらないのにやらせ頼めないじゃん、待ってください、だってやるべきことがたくさんだから、やらせの前に逆にもう Windows 98とかもう逆に高くなってきてるんじゃないですか、もう希少でみたいな昔のほんとなんか98のなんかのソフトのもう灰色の状態よ、画面も灰色、濃いめの灰色のボタンでちょっと浮き出たボタンみたいなやつがあって、そこに90とか書いてあるんだよ。これはちょっと作り直した方がいいなと思ってる、毎年ちょっとその点々がこうあるようなね、あの画面ですか、懐かしい、あの画面が未だに採用されてるんで、あれだけはねまだ改善の余地あるなと思ってる。あれさえ直せばそんなシステムエラーもないし、なるほど、うん、でも CM 中はあのソリティアとかで遊べるわけですか、やっぱり入ってんじゃないですか、ね、マインスイーパーとかでめっちゃ重いでしょうけどね、またまたカリ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 って言ってイルカ出てきてうん、いや、それまあまあ改善点はあります。うん、でもその逆に言うと、はい、本当ねみんなそのなんて言うんだろう、純粋なスタッフの皆さん、はい、スタッフさんはそのあれですか、変わったまんまなんですか、なんか変わったじゃないですか、一新されなかったですか、なんか若いスタッフさんにみたいな。あでもまあうん、僕が優勝した時の、うん、担当してくれてた方はずっと残ってるんで、うん、あそう、うん、まあ引き続きって感じかな。責任者とかはいるけども、うん、その現場のなんかこのなんだろうな、ちゃんと仕切ったりするのとか若い人になってたりするのかもしれない、ね、うん、でもまあだんだん良くはなってそうですけどね。いや、だんだんやっぱ緊張感がどんどん。だんだん良くはなってる気がしますよ。うん、やっぱひらがな R1 から、カタカナ R1 に変わった、あのグランプリの部分がね、変わってからなんか、今年も凝ってたしね。だこれがだから、もうこの点数のあれさえなければ全然完璧じゃないですか。R1 自体も、やっぱ面白くなってるよね。いや、面白かったですね。今年も面白かったですけども、まあ、ただちょっとね。最後の最後にやっぱ自走だけは蹴んないでほしい、自走来年なんとか蹴ずに過ごせたらうまくいくと思う。本当プラスの方でね話題を呼ぶというね、自走に手を合わす方でお願いしたいなということでございます。はい、もう一個ちょっと話題がありまして、はいはい、ホンダの、シビックが受注停止らしいですね。あれ、はい、シビックってあれじゃん、シビックスの値立てカーですよ、水曜日のダウンタウンで、はい、うん、シビックが欲しいっつってた、シビックを買うためにやってるという値立て、囲碁将棋値立て氏がピンチですね。これはもう乗れない可能性出てきますね。半導体不足の長期化で部品納入が滞り生産の見通しが立たないためで再開が未定ということですね。まあ、根立さんといえば、まあ、シビックとセックスしたっていうね、ことがあるという、その、すごい方でございますから、ぜひシビックに乗っていただきたいということなんですけども、ちょっと最近、ちょっと今のところ、新たにっていうのは難しいってことですね。そっか、シビック乗れなくなっちゃうから、でもまあ、まあ、コツコツ貯金して、はい、その、溜まった額、ぐらいの時にもう一回再開してるかもしれないからね。そうだね。まあ、半導体不足ってもうちゃんと分かってるから。半導体不足ってどういうことだ、毎回よく聞くけどさ、携帯とかもさ。あれなんじゃないですか。なんか、ないんじゃないですか、材料が。レアメタルみたいなこと、がないんじゃないですか。ああ。全くないことはないわけじゃん。ちょっと作れてんだから。もう全くないことないんじゃないですか。ああ。で、あれじゃないですか、比叡の妹の、あの、昼遺跡みたいなことなんじゃないですか。そっか。うん。あんまない。涙が出ないと生まれないみたいなさ。ああ。うん。だから、その。何かがないと生まれないんですか。ってこと、ね、だって、邪眼の手術した方がいいってこと？いや、違います。そうはならないです。
なんでなんですか。めっこできて、なんで半導体見せられるような。そんな話、うん、見つけたいわけじゃないですよ、そのレアメタルを。ねだちさんは。うん、そっか、はい、これ似た話でさ、はい、僕がいつも言ってる、うん、あのいきなりステーキがあるんですけども、うん、そのメインとなるワイルドステーキが、はい、もうなんか中止になりまして。ワイルドステーキってどんなんだっけ。もうそのメインとなるステーキよ、もういきなりステーキ行ったらとにもう普通に頼むやつ、メインとなるもうこれぞっていうのがあるんだけど。なんでなんですか。もうメインのそれが多分出荷できなくなったのかな、海外の方で。はあ、うん、高くなっちゃったってことなのか、なのか。あるはあるじゃん。あるはあるだろうね、うん、なんでなんだろうね。すごくない、そのメインだから王将行って餃子ないっていう状態よ今。すごくない、うん、いきなりステーキ。でもいきなりステーキ別の肉に今変わってて、うん、ワイルドステーキっていう名前ではないじゃない赤身ステーキが出てきて、うんうん、そっちの方がうまかったですねあ、じゃあまあ怪我の巧妙というか良かったですね、うん、びっくりしました。あ、じゃあこれでじゃあ根立さんもそういうことあるかもしれない、別の車を見て、あ、シビックよりいいなってなっちゃえばね、うん、うん、もういい、まあね、そうそう、ワイルドステーキって安いんだよね。あ、安いんですね。安いステーキ食うっていう値段で考えたら、うん、安くて肉食ってるなっていう感じしてくれるから。400g ぐらい食べるんですか。450 2000円ちょいかな。ああ、だって450ってすごい量じゃん。ああ、すごい。安いね。安いんですよ。うん、もう本当スーパーで買うぐらいの安さですからね。確かにね。うん、でもただね、顎疲れてきます。ただ、もう歯応えありすぎて。いや、でもまあ、そのね、栄養を取りながら鍛えれるってことじゃん、顎を。顎を、そう。素晴らしいじゃないですか、ワイルドステーキ。ワイルドステーキ。よう言ったもんですね、ワイルドと。本当のワイルドです。うん、まあそうですね、だから新しい、ものにね目を向けてみるのもいかがでしょうか、そういう、ね、ということでございましてね。まあ、そっかね、はい、この前ね、あの大宮出ましたけども、はい、なんかいろいろ進んでますね、大宮が。っていうか輝かしく、あのたまなんか行く機会はまあ減ってるじゃないですか、うん、そのなんか変わってませんか、いろいろ、ね、5階にゲーセン入ってましたよ。入ってましたね。いや本当知らなかったんだけど、うん、なんかさ、ゲーセンになってて、うん、カフェにあるような、楽屋にさ、うん、カフェにあるような本棚みたいになかった、トイレの横に。雑誌が刺さった。あったどうしたのと思って。もう買ってんじゃないですか、大宮の劇場。だってあんなに飲み物が冷蔵庫に詰まってる劇場、他に見たことないですよ。確かに。うん。うん、もう買ってんすよ、我々の頑張りもあり。そうみんなの頑張りもありで。あの建物って大宮楽運吉本のさ、大宮楽運、はいはい、結構部屋空いてんのかね、じゃあ。今、どんどん変わってってるけどね。いや、余ってはないんじゃないですか。うん。多分その、うん。撤退したんじゃないですか。5階って何があったんだろう、あそこ。あれよ、あの、何ダイソー、下の階はダイソーだったんじゃない。で今同じ階にキャンドゥが入って。ああ、そうかな。そうそうそう、うん、だその広い、結構広かったもんね、店内がね。そこじゃあ全部撤退しての、ゲーセンが入ったっていうことですね。いや、変わってってますよ。いろいろ変わってますね。大宮も進化してますよ。あと、コマンダンテ安田系のライブ出ないじゃないですか、あんまり。まあ、出ないとか呼ばれてないんですけども。安田系のライブ、ちょっと一回見てほしいんですけどね。その、まあ、配信があるやつ、ないやつあるんですけど、本当ないやつは本当にやばいですからね。その、結構、名前のわかる形で、ものすごい、その、社員の悪口とか言ってますから。荒れてますね。コマンダンテどうしたんですかね、急にどんどん荒れてきてね、大宮。いや、でも悪口言うだけじゃないです。俺が何とかするっていう。前向きにね。そうです、そうです。その幕張吉本幕張大森劇場が今 ひどいから俺が立て直すみたいな。なんでお前がやるんだよ。かっこいいっすね、うん、でこいつがダメだっていう話とかちゃんとするんですよ。こいつのこういうところがダメでみたいな。うん、お客さんがなんでそれもパンパン満席になるんですよ。見たいんだ、それが、うん、それ見たいみたいですね。ちょっとパンクっぽくなってるね、じゃあね、キャラクターがね。だからその、コマンダンテ安田という男はやっぱ何かしらになるんじゃないですか、今後。いいですね。皆さんぜひちょっと
あの、調べていただきたいですね。あの、いい人が大宮セブン入りましたね。いや、すごい。入るべく人が入りますね、大宮セブンに、ね。まあ、入ってからおかしくなるのか、そこはわからない。その、最初だって、下しか言わなくなってたじゃないですか。危なかったね、その、正統派漫才師、おしゃれセンス漫才師としてやってて、うん、大宮セブンに加入したせいで、もう下ネタしか言わなくなって、で、そっから今もう人の悪口しか言わないになってるんで、楽しみですよ、今後どうなっていくのか。進化しててね、うん。ぜひともね、あの、コマンダンテを、あの、ネタだけでしか知らない方はね、ぜひともあの、オートバックス、うん、爆笑お笑いバックスのね、YouTube チャンネルとか、ぜひ見ていただけたら。どっちも変になっててるからね、石井くんの方もね。あ、そうですね、うん、石井くんも、あの普通にこう人を殴ったり蹴ったりしますし、ね、舞台上で。よくないっすね。うん、で、あと泣くしね。で、すぐ脱ぐし。うん、人脱いで人を蹴って泣きますからね。うん、でその辺もね、非常に面白いことになってますんで、はい、ぜひとも、気になった方はチェックしていただけたらと思います。はい、さあ、じゃあ行きましょうかね、はい生放送でございます。メールでご参加ください。はい、ラジオネーム、のろし。はい。R1、やはりそうでしたか。うん。プラス1点で家1個。うん。R1 グランプリ2023年開催決定記者会見が2022年11月10日、うん、野田クリスタル港未来のマンション内定報告した日が2022年11月3日R1 やはりそうでしたか。あ、そうですか。あ、どういうこと。どうなんですか、港未来だとやっぱり1点じゃ効かないですか、うん、2点ぐらい出さないとねえ、やっぱりどうなってるんですか、うん、放送会に、まあ、攻めはしませんよそれは、うん、攻めはしません私は。だから内見行って、うん、これで2点か、うん、だなんだよね3みたい、1みたいじゃんあ、そうか、それでやめたんでしたっけ、うん、そうそう、1みたいだなと思って、うん、1点の時にもらう家みたいだなって思ったじゃあちょっとやめとこうか、うん、これ割り合わんなって割り合わんなってじゃあ結果やってないってことですか。やってない、うん、やってなかったらもうやらせない、うんうん、まあ、住んだら言いますけどね、うん、住んだらやっぱりもらってたんだって、まあね、ラジオネームあっちこっちぼっち、野田さんが審査した点数にプラス3点すれば、富樫先生がハンターハンターの連載を再開し、最終回を迎えるまで毎週休まずに連載を続けてくれるとしたら、野田さんはやらせに加担しますか。勘弁してこいの、本当に。どうなんですか、この勘弁してくれ。どうなんですか、いや、もう勘弁してくれ、これはもう。だからもう。普通の状態に戻るってことですからね。どういう、普通の状態に戻る。俺が3点追加してさ、はい、うん、どういうメリットがあって、富樫先生に話していくの、周囲者に。ちょっと、野田さんが3点プラスしたんで、あの、富樫先生、書いてもらって。いやいや、富樫先生からの、富樫先生からの話です。野田が3点、誰かに入れたら俺書くよって言ったんですよ。かがん、野田が3点プラスしてくれたら、そうそうそう。田原くんに3点プラスしてくれたら、連載再開するけどな。うん、まあ、そんなわけじゃないか。はっはっはっは。って言ったのを、だから、うん、集英社の人。されました。ってこと、うん、そうです、うん。それ、するってことですね。うん。さすがにする。いや、待つよ。連載。ああ、かたくなですね。やっぱさすが審査員っていうのは、こういう意思がなきゃ無理なんですね。また今、再開し、あの、ツイッター再開してますから、今。書き出してます、今。はい。書き出してますから、今。ラジオネーム、モールス。はい。今回の件に隠れてしまったんですが、うん、これ出るか。寺田さんが登場するときの写真とエントリーナンバーが去年のやつだったというのが一番クソやばいと思ってます。地蔵蹴った後、人の葬式、TikTok 撮ったんでしょうか。これはでもその、はい、運とかじゃないから。だってもうミスだから。本当にミスですからね。なんでそういう。どういうミスなんだろう、これ。なぜそういうことが起こるんでしょうかね。どういうミスなんだろうな、これ。これはね、ちょっと説明つかん。だから、寺田くんが今年もう一切撮らせなかったっていうパターンは逃げ続けた。R1 は頑張った。R1 は頑張ったけど、寺田くんがもう逃げ続けて、うん、不可能だったっていうのだったら R1 悪くないですよね。か、うん、もうその、やっぱ、古めの Windows じゃん。やっぱ重いのよ。管理が、うん。うん。だからその R1 フォルダーに全部入っちゃってんじゃない、うん、だからその過去のも。
並び替えとかあったのかな、そこで。間違い、最新の感じで出てきちゃったってことですか。だから、その、寺田くんのさ、あの、フォルダーでファイルをさ、写真開こうとしてもさ、遅いわけよ。展開が。ガッガッガッガって。だから、全部開く前にこれだっつって、採用しちゃってんだよ。開いててももう解像度でもう分かんなかったとかないっす、番号がもう。もう見えなかった。細かいところが、細かいところが見えなくて。古いパソコン使ったせいじゃないだから。Windows を最新のにしてくださいっていうことですか、解決方法的にはね。そうだな。ありましたね、これも。はい、忘れてました。パソコンです。パソコンのせい。はい。はい、これで皆さん納得していただければと思いますけどもね、はい、ちょっとあのなんかありますか、最近の生活では。ちょっと僕の体の話なんですけども、はい、マッチョ勘弁よ。まあ間接的に関係してくるのかなっていう。マッチョか。まあでもマッチョっていうわけではないんだよね。何ですか。なんかね、あのションベンの歯切れが悪くてすごい、うんうん、そのションベンした後振ってはいるんだけど、はい、そのままパンツ開くとね、うん、だいぶ出てんのよ。垂れてる、うん、太もも垂れるのが分かった時があるぐらい。尿漏れですかそれ。尿漏れとは違うのか。なんて言うんだろうこれは。なんなんだろうねそれ。残尿。残尿なのか。いや残尿でもない気がするな。残尿ってまだ出そうだなじゃん。その出そうだなじゃないでしょ。出そうだなじゃない。ね、ちょろっと出ちゃうんでしょ、うん、なんかその漏れた最後にラストのものがちょろろって出ることが多くて、うんうん、一応その気をつけてね、うん、振った後その乳搾りみたいに、乳搾りみたいにラスト一滴まで絞り出した、絞り出しますね。で見るんだけど、その毎回それができるわけではないじゃん。まあ、まあ、急いでる時とか忘れてる時があって。それをするとね、うん、やっぱ出ちゃってんのよ。うん。うん。乳搾りしないとね、忘れちゃってると出ちゃってる。うん、まあ、まあ、しょうがないし、まあ、自分で拭けばいいんだけどさ。うん。なんかその。まあ、そのためのパンツではあるのかな、一応。でもね、うん、今日履いてるパンツとかがまさにそうなんだけど、はい、なんでかなって思うんだけど、うん、すごいシミがわかんのよ。パンツの、ションベンの。うん。それ色ですか。もう黒くなるっていうか、ちょ見てもらっていい、ちょっと。やだなぁ。違うんですよ、ちょっと本当にこれ俺が今は染みてないですよ、ね、今多分染みてない。染みてるのは嫌なんですよ僕見るのは。そたまにパンツ見せてくるよね。あでも染みてるわ。染みもやだわ、もうやだ。僕はじゃあ福田さん、福田さん見てください。もう私はもうその耐えられないですよ。そうもう、いやもういや、あの染み、俺が言いたいのはこのことじゃないんだけど、はい、染みた後にこう、本当やだ、本当やだ、来たねこいつ、本当。ちょっと聞いてもらいたいのよ。なんだよ、一瞬水垂らすね。じゃあその、みんな、その、まあ、どうして、どうするよ。後でじゃあ写真で撮ればいいか。トン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 じゃない。タバコの灰落とすときみたいな感じで。これすごすぎない。こんなさ、確かに、ね、こんな染みなくちゃ。確かに、ね。これさ、ちょっといい皆さんに見せないと。こんなさ、こんな染みる必要ある。パンツで。ハクナの人だけちょっとお楽しみください。ぜひ、ね。これよくないですよね。ライブの方。何の意味があるの、パンツとして。だから、おかしくないこんなに。わかんの。清潔じゃない。だから、今こう思うってことは、その、そうならないようにしようって思わせる抑止力になるんじゃないの。うん。どうなんですか。左の方のシミはガチってことですね。これもしょんべんシミ。もう、ほんと、隠した。もう、やだ、もう、ほんと、切ったね、もう。しょんべんなんて見せちゃダメなんだよ、これ、皆さんに。見てるんだぞ、白菜ライブの、うん、で見てる方は、あなたのしょんべんの。しょんべんではない、厳密に言うと。なんの厳密に言うと。あとだから。しょんべんじゃねえかよ。乾きしょんべん。乾きしょんべんもしょんべんなんだよ。だから、そのさ、もう、尿が、その、もう出ちゃうのは、うん、もう、しょうがない、しょうがないとして、パンツさ。そう、多分構造上出ちゃうんだろうね、多少ね。その、うん、なんでそんなものを作ってしまうのかっていうさ、うん、俺も一回それパンツ一丁になるイベントがあって、うん、恥かいてんのよ。
どういうことですか、今の状態になって人前で恥かいてるから、それはもうさ耐えられないんだけど、そんなこと自分に起きたらノリでわーとか言って、うん、ズボン脱いでしたらなんか染みてないですか、うわ気まじい、お客さんだったら僕マジ気まずいんだけど、もうなんか面白いとか引くとかじゃなくてもう気まずい、本当にしょうがなくないですか、それはもう思うわ本当。そんなパンツ作るなと、うん、そんなパンツの場合は言っとけっていうのと、言っとけって分かってるじゃん自分は、買うとかもうかこれはもらい物なんだけど、うん、買うときには多分分かんないよねこれね、染みますって書いてくんないと、ちゃんと色出ますとか、いやでも色出そうな色じゃん、すごいカーキみたいな、いやこれも分かんないよ、灰色 T シャツと同じぐらい危ない匂いはしますよそれ、いやそもそもその吸う必要ないしさ、破水的な速乾破水でわけじゃん、もういやー、うん、ま、その染み込まなかったら全部その足というか靴下の方に行くからね、そっちの方がマシよパンツでとどまるよりかはさ、いやだからそのズボンとかに行かないようにそのパンツがキャッチしてくれてんのよちょっとメール来てるんで読んでいいですか、何ですか、ラジオネームずっと春休みでいいのに、はい、もしかしてチンコ泣いてるいいですおしゃれに言わなくてありがとう。ありがとう。言ってくれたら助かったよ。あのイベントの時に。あのイベントの時に、こいつがいたら。ズボン出して、パンツ中にあって、染みてるなっていう空気になったじゃないですか。うん、その時に、隣にこいつがいたら、うん、春休みにでいいのにがいたら、うん、あれ野田さん、チンコ泣いてるって言ってくれたら俺救われたよ。それで済まないですよ、別に。こいつが MC してても。大泣きよ、普段は。ね、チンコの泣いてますけども、うん。それじゃもうどうにもならんよ、あなた。ちょっともう、うん、パンツ問題とも、でもその僕はもうパンツはもう一種類しかないんだけど、うん、もう決めちゃってるからこれっていうのを、あこのパンツを買うってをもう一気に10とか買ってそれをずっと履くんだけど、うん、だもうその黒いんだけど、うん、それはそれで心配じゃない、どうなってるか分かんない、どのぐらい汚くなってるか分からないっていう、だそれのためだと思うよ、その染みたのが分かるのとかは、でもションペンはさ、うん、別に良くないですか、もうその何その尿漏れはさ、うんこの方でしょ、もうほんと気になるの、とにかく、うん、うんこの方は別にそう、皮一枚はもう一緒だろう、正面はもう濡れてても、もうでもその多分白いパンツだったら徐々に黄ばんでくるとかあるわけじゃん、まあほうほうみたいな、そう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 、だ黒だとそれがもう分からないから心配ですねっていうのはあるんじゃないですか、うん、だって染みないように頑張ろうっていうね、うん、だもう対策したらいいんですか、その尿漏れのそっちの方を対策するってこと、うんうん、マッチョなんでしょ、でもそれはねあると思う、どっかある人切る筋肉、この体で行われてるやっぱ動くものってやっぱ筋肉が何かしら使われてるはずだから、うんうん、やっぱその人口のションベンが完全に出し切るっていう筋肉はあると思う、うん、出し切り筋、チンコ出し切り筋みたいな、なんか活躍筋的なとこちょっと関係ないんですかね、これそのケツを締めたら、ケツを締めたらおしっこ絞り出せるみたいな感覚なんですけど、私ちょっと違うんかな、その押し出して引くと無限に出るじゃん、なんか無限には出ないですよ、チンコの無限には出ないですよ、チンコの奥の方をさ、はい、押し出してからペッてやるとチュッて出るじゃん、うん、出ますね、はい、あれはできんのよ、そこの筋肉なのかな、うん、それをでもそれだけでは収まらないってことでしょ、それだけでは全部が出せないってこと、いやでもその筋肉なんじゃないの、下手したらそれが弱いから、一発が弱いから、うん、なってるから、だからそれを、うん、いや1日10をかけ3とかってやってって毎日ね何セットかやってってピーとかで音鳴らしてインターバル取ってピーってなったら立ち上がってだ負荷はかけたいんだよな、負荷やっぱ筋トレって慢れてくるから、うん、その圧負荷にね、体の中のことだからな、ね、あれじゃない、だから
飲み会とかして、うん、まああんまあなたは分かんないかもしれないけど、最初におしっこ行くとき、1時間ぐらい飲んで、うん、最初におしっこ行ったときってめっちゃ出るじゃん。うん、すごい勢いで。そうだね。あれを途中で止めるじゃないですか。負荷は。あの、シャーっていうのをグッて止めるっていう。シャーって。ああ、なるほどね。これだいぶ負荷かかりそうじゃないですか。そもそもそのションベンを出さないっていう筋肉があると思うのよ。その要は、なかったら出続けちゃうから。あると思う。だからその膀胱パンパンにした状態で保ち続ける。うん、ああ、だもう一日一回もおしっこ行かない。ってなってくると筋肉つくかもしれないけど。うん、確かにその、ダムからこう漏れ出すような、うん、あの、すごい、水の圧力を止めるっていう。うん。が筋トレになるかな。うん。まあなんかの病気にはなるでしょうけどね。しょうがないな。しょうがないよね。だって。見たら。漏れたくないんだもんね、尿。膀胱の中見たら真っ赤になってるだろうな。ここは。痛っつって。でも血管浮き出てもうめちゃくちゃマッチョみたいになってないですか。うん。どっかその辺の筋肉がでかくなって。尿漏れ関係の負荷をなんか考えて、うん、だ出す時のさ、うん、まあ、力抜いて出るじゃん、もう一回出してしまえば、うん、シャーっつって、で最後終わった時に、うん、なんか便みたいのが多分なんかにあるんだよな、うん、うん、それがおかしくなってんのは便の場合もうちょっと筋肉じゃないかもしれないよね。そうだね、便を動かす筋肉だ。俺一回ね、あれ試したことがあった。あれ夢かもしんないんだけど、ちょっと、うん、は結構10代とかだったと思うから、うん、本当かどうか分かんないけど、うん、そのションベンと射精同時にしたことがあるんだよこれ。あれ夢だったのかな。いや夢じゃないですか、うん、どっちかしか出ないんで。夢なのに夢じゃなかった。トトロしたっけ。やめてください、その素敵なのをそんなの使い方するの。いや、あれ多分どっちかしか出ないんですよ。いや、そうなんだけど、その多分、俺がすっごいその時、覚醒して、便がちょっと真ん中の位置に来たんだけど。いや、夢です。安心してください、夢です。便ってことはさ、どっちかに蓋をするわけじゃん。ってことは移動してるわけよ。そうです。あれは、上下じゃなかったっけ？上下にあって、下がなんかその精子が出てくるでしょ？みたいな。ってことは移動するってことは、その中間地点は存在してるはずなのよ。どっかで。まあ、あの、電車のね、レバーの、ね、線路の切り替えで、ね、切り替えのように、うん、真ん中が一瞬訪れてるわけじゃん。うん、俺さ、その真ん中を一瞬狙ったはずなんだよね。その時に、じゃ一緒に出たんですか？一緒に出た記憶がある。夢です。あれ、夢じゃなかったと思うけどな。どう出たんですか？その、三色あるさ、歯磨き粉みたいな、うん、ああいう感じで出てたんですか。いや、その、色がこの、白と黄色でこう、綺麗にこう、二色で出たってことですか。覆いかぶさるようになってた気がするんだよな。覆いかぶさる、白、黄色が覆いかぶさるように出てた気がするんだよな。夢です。ちゃん、それどう、見たんですか。俺はそれは覚えてる。うん、なんか、俺一回それをやったっていう、なんかその記憶だけ残って、それだけが今、自信というか。ピシューってなってなかったですか。渦を巻いて、上の方に飛んでかなかったですか。そりゃ、その中で相当混ざり合ったりと無理だから。こう。クロスして。なんかこう、DNA みたいな感じでファーって出てなかったですか。そうなってたら夢なんですか。それは夢だった。それだったら夢なんですけど、うん、そうなってなかったかな。なってなかった。ちょっと詳しい方いたらそれが可能なのか教えてほしいですね。だからそのせいで多分俺ペンおかしくなって、今影響を受けてるような気がするんだよ。その一発がだいぶ長引いてる。だいぶ長引いてる。詳しい方教えてください。夢だと思うけど。はい。出ましたか。え？出ました？その細かさ。同僚たちと一緒にご飯に行って、うん、感謝、すごい仲いいのに、うん、1円単位でお釣りを分ける俺、うん、その細かさ、うん、その細かさ、おう、その細かさ、その細かさ、ラーメン屋の、うん、はい、ラーメン屋のすごいっすね、やっぱね。
リスナーっていうのはやばいですね。ラジオネーム野田ひかるは、ラジオネーム野田ひかる、ラジオネーム野田ひかるはちょっと弱い。そのラーメン屋かい。その細かさラーメン屋に使えるんかい。でも通ってないです、意味が。ラジオネーム野田ひかる。すごいよな、みんな。どうやって考えるの、この。本当に。天才集団ね。あ、お、お願いします。生ガキを100個食っても、何も体に異常がない俺。その当たらなさ。うん、ドッジボール。ドッジボールかい。ちょっと、上の句がもう違いましたよ。使えない心をですから。ラジオネーム野田ひかる、趣旨ずれです。よくないのをなんとかこう使えるようになんで、はい、もう食べたら食べた分だけ牡蠣に当たる俺の運のなさ。いや、運のなさになっちゃうと思う。俺のという俺、引きの強さ、うん、その引きの強さ、その引きでも弱さにしなきゃいけないのかな、その引きの弱さ、まあ、引きの弱さでもあるか、うん、その引きの弱さ、引きの弱さ、メールいきます。本当に楽しみですね、はい、これ自分で一回こう考えるといいですね、考えるとやっぱ楽しみです、皆さんの、ね、リスナーの強さが分かりますからね、はい、ラジオネームアルミカン、はい、尿漏れに効果的な基本の、骨盤底筋体操かな、あんじゃん、骨盤底筋体操というものを発見しました、うん、以下順序です、はい、1床に仰向けに寝て足を片方ぐらいに開き両膝を軽く立てる、はい、うんうんうん、その状態で肛門と尿道あたりをキュッと力を入れるように締め、そのまま5から20秒キープする。あ、体の力を抜き40秒から55秒リラックスする、うん。これを続ければ改善されるらしいです。へえ。尿道と肛門あたりをキュッとする。まあ、途中でおしっこしてるときに止めるときのあの感じでしょ、ね、うん、あの感じか。キュね、うん。あれを、やっぱあの筋肉なんだね。うん。だからやっぱ鍛わるんだね。うん。うん、入れるか、じゃあメニューに。何のメニュー、自分のメニュー、トレーニングメニューに。20秒、うん、いや、それはもうしていただいて構わない、ね、はい、すごくなんじゃないこれ、そのも俺が極めたら、普通の筋トレぐらい俺がこの筋を、うん、もうマジでめちゃめちゃ強くして、うん、見たらそのレーザーみたいにとんでもない正面でんじゃない、強くも出せるってことですか、多分中だって、中でしょ、あの中の力でしょ、出す力も一緒なんですかね、煙出んじゃないだから。あの、便器が綺麗になってくるんじゃないですか。あの、水圧でこの、綺麗にしていくやつあるじゃないですか。便器がもうピッカピカなんじゃないですか。そのかさ、めっちゃ跳ね返ってくるんじゃないそもそも、まあ。跳ね返ってくるもあるわ。強すぎ。跳ね返って。のだけるひゃん。のだけるひゃん。のだけるひゃん。いや、めっちゃ跳ね返ってきそうだな。そうだね、確かに。びしょびしょなんだろうな。びしょびしょだろうね、そう。漏れとかじゃなくて。漏れとかじゃなくて、跳ね返りで。だからでもさ、逆にさ、そう、うん。遠目から行ったらいいんじゃない、その、なるほどね。一歩後ろに下がって。でも入り口ぐらいじゃないですか、もう。入り口ぐらい。斜めに、人多いと辛いぜ、東京駅とか。いやでも新幹線のトイレとかでさ、やっぱその遠くから小便してそのカーブしてんじゃん、やっぱさ、その男子の小便器がこう湾曲してるからさ、そうだな、もうその部屋中に全部行くんじゃないですか、湿度がな、上がっちゃうな、そう、霧みたいに、うわ、もう気持ち悪い、マジでやめて、ほんとなんでそのぐらいで、ロンドンで話してって。自分でなんでだ、なんで調整できるの、川で。川で調整する。川ひねってさ、霧状になるものないの、いや、あスプレーみたいに。あるけど、そのキャリアとか多分。その、広範囲ね。広範囲ね。囲すごいね、やっぱこう、足とかも一歩後ろにこう、行っちゃうだろ、こう、くって。強すぎて。一歩下がっちゃう、うん、まあ、そんぐらいできたらもう大したもんよ。野田そんな遠くからでいいのかって、友達にまあ見てろよあー、くだらないですね
こう、なんかこう、カーブをこう、ファーってこう、部屋に。外に出ちゃう。外にも、外にも出ちゃう。あると思います、うん、ねえ、あると思います、ラジオネーム、おしゃけは二十歳になってから、はい、僕も残尿がすごいので、家でおしっこをするときはめちゃくちゃチンチンを振ります、うん、その際力を入れすぎて最近頭も一緒に揺れるようになり、うん、ヘドバンしてるみたいになるのですが、野田さんもこの状況になりますか？何を言ってるんですか？おしゃけ、何を言ってるんですか？振っていすぎて頭をグワングワングワングなってるってこと？その振りながら頭も振っちゃってるってことでしょ、うん、それその噛み合い方によってはその振った時のひとときがおでこに一回来ることもあると思うよ。そんなにそのチンチンはすごい暴れてるってことですか？大暴れよ。そだからそれはもう意味ないですよ、振ってる。そこうなってたらもう意味ないじゃないですか。まあ結局自分についたりする自分とかにも来ちゃうじゃないですか、うん、そう、このぐらいで振んないと。そうだな、うん、だ振ってるんじゃなくて、やっぱそのへっこませ出しを極めないとやっぱダメだな、うん、おしゃけも。だ力が弱いのよ。だからおしゃけもやんなきゃダメよ、今の体操。ああ、そうね。なんてか、なんとか筋にね、うん。やってください、しゃけ。そうだな、うん。ヘドバンみたいになっちゃう。うん。そしたら、しゃけもあれが、スーができるようになるから。その時はな、ツレーションした時はな、すごいことになるだろうな。戦わせてください、ぜひ。うん、あの、カメハメハのあの、打ち合いみたいな、あの感じにしてください。あの、すごく、っていう、あの、押し合い。最後に負けて。最後。こんなものを、こんなものを、こんなものを、セルとご飯じゃないの、最後の。後ろにお父さん現れて、助けてくれて。親子ションベンキャリアですね。俺最後体爆発して膨らんでスポッて、はい、知り合いのところで爆発してください。いや、なんでなんでスポンサーがつくんですかね。聞いてないのかな、あんまちゃんとは。ちゃんと聞いてない、ちゃんとは聞いてないのかもな、ね、前半のニュースぐらいで終わってたもんね。あ、そうですね、はい、ニュース系に、ね、この辺がやばいんですけどね。4時過ぎがやばいんですけどね。ラジオネーム、はい、ラジオネームメンタルレンタル、はい、悪いな、俺のパンツがションベン飲んじまった。あるね、これいいね。あのなんだっけ、アイスのやつあるよね。なんだっけこれ、誰だっけ、あれでしょ、あのスモーカーでしょ。あ、スモーカ ー俺のあズボン食べちゃったみたいなやつね、うん、あ、うん、いやこれ無理なんですよ、これでも。だから俺ズボン出してパンツが染みてて、うん、和田さん、なんですかそれっつって、うん、悪いな、俺のパンツがしょんべん飲んじまった。自分で出して、自分で出して自分で飲んで、うん、で飲んでなかったら隣にいるお前が、うん、ああチンコが泣いてるみたいですね。あ、もう総動員で、なんとか総動員でごまかして、うん、いや無理ですよ、だってついてんだもん。その関係ないですよ、そのどういう意図、どういう理由でついたかとかは。ついてんだから、結局な、うん、ダメなんですよ、事実の方が大事か。無理です。つけないのを考えた方がいいです。ラジオネーム、ステルス豆鉄砲、はい、僕は膀胱パンパンの状態で射精した後、すぐにションベンを出そうとしたことがあるのですが、うんうん、射精後は尿道が一向に開いてくれず、体がぶっ壊れそうになったことがあります。あ、それこそ、あの、そうですね。ね、あの、爆発するセルみたいな。逆流ですよね、ションベンが多分体の中で爆発して、最後宇宙空間に漂ってチンコだけがそっから復活してる、復活してる。やっぱあれ危ないっすよね。僕もたまになんかそのありましたけど、こういう、なんか怖いよね、体がおかしい気しちゃうね、あ、やばいかもみたいになるね、これ。ダメらしいですからね、あと射精した後にションベン、病気とかなりやすいんじゃなかったですか。便がね、おかしくなるんですよ、やっぱ。あ、らしいですよ、なるほどね、だ何分かは開けなきゃいけないみたいなね、いう話らしいですわ、ね。さあ、ということで、引き続きお待ちしております。受付メールアドレスは、ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。では、ここで一曲、ザ・ハイローズ14歳。まあ、出ましたね、あなたのおしっこ問題の答えはね。まあ、一旦はかな。軽装度パンツ。はい、CM 中にたどり着きました。軽装度パンツっていうものがあるかは分かりません。
でもあのうちあのお風呂場の外あの珪藻土マットなんですよ、うん、僕もそうですね。あ、柔らか珪藻土ですよね。柔らかというかその硬いかな、あれだ、本当その柔らかにあるんだ、石的なやつでしょ。もう本当あのマットみたいな、こう曲がるの、曲がる曲がる曲がるというかその布みたいな、布、洗えんの、ビニールのシートみたいな感じ、洗える洗える。だからそういうのがあるんじゃないですか、珪藻土パンツ。それでパンツ作ればいいわけか。うん、多分そのまあそういうマットがあるのは確実だから。最悪おむつでよくない、それも。おむつじゃ違う、おむつはちょっときついんじゃない、脱いだ時にさ、おむつじゃん。まあそっか、うん、私我々脱ぐことあるじゃないですか。さすがにさ、おむつっていうのはもうすごい受けたいやつみたいじゃないですか。そのティッシュも受けたいやつ爆笑取りたいやつ、うん、爆笑取りたいやつじゃないですか、うん、そんなって。いや違うのよ違うのよ、うん、用意してきたんかってなるじゃないですか、うん、ティッシュも入れていくはダメなんですか、パンツの中に。ティッシュを入れるポケットを縫えばいいんじゃないですか、後ろ側に。確かに、うん、ティッシュというかいいよな、ハンカチでもいいよね、そしたらね。確かにそれ作ればいいよな、うん、パンツにポケット、うん、てかそこだけ分厚いのでいいじゃんね。そうそうそう、うん、それを作ればいいんじゃないですか。確かに、うん、野田クリスタル、クリスタルジムパンツとして販売したらいい。正面漏らせるよ尿漏れも安心、尿漏れも安心っていうパンツも関係ないかもしれないですけど、ね、そのマッチョとは、うん、その会社にしていくんだったら確かに、うん、その看板商品いるじゃないですか。見つかりました ね、 ね、力んでも大丈 夫、 大丈夫、確かにゲームジム下着、下着、いいじゃないですか。素晴らしいですね、はい、今後楽しみでございますね、動きがね。さあ日本放送でお聞きの方はこの後4時半から上柳正彦朝ぼらけでございます、ぜひお聞きくださいということで、ここまでのお相手はマジカルラブリーの村上と尿漏れでした。ありがとうございます、バイバイ。